おはようございます。お、留守さん、おはよう。寝れなかったわ、結局。おはようございます。寝れんかった。音聞こえる？大丈夫？問題ないっすか？睡眠不足危険。まあまあ、自由業だからなんとかなるけどね。映像も問題ないですか？映像音声。ありがとう。なんか映像音声最近不具合めちゃめちゃ出てるんで。大丈夫ですかね？問題ないですか？映像音声 OK。 ありがとう。おはようございます、皆さん。ポンタさん、おはようございます。おはよう。おはようございます。かっこいいサムネですね。エミネムですか？エミネムですよね。僕もエミネム好きなんですよ。ポンタさんのサムネかっこいいですね。エミネムはファーストアルバム良かったっすね、本当に。多分それ、僕エミネム結構詳しいんですけど、ファーストアルバムの「リアルスリムシディ」の PV のワンシーンだったと思うんだよな。確かそうっすよね。Please stand up, please stand up って言ってる時ですよ。そうっすよね、そうっすよね、そうっすよね。アンセンセリアさん、ロベルシェリオ、ユワンスイムシェリア、ジャステマーティニソ、モントウィルスイムシェリ、プリーセンダップって言ってる、プリーセンダップのところですね。かっこいいよなぁ。そのジャケット大好きで。僕も同い年ですね。同い年です。はい。じゃあ、ドストライクですね。てんてってってってん、てんてん、てんてんれんて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 ん。いやぁ、もう、ドンピシャっすよね。ただね、ファーストアルバムのデビーのディスはかっこよかったんですよ。あえてファックデビーって叫んだり良かったんだけど、もうね、だんだん、もう、毎度毎度デビーの悪口言われたら、こっちも、そのディスは聞き飽きたわってなりましたよね。そのディスはいらないんだけど、なんでこいつずっと母ちゃんのディスしてんだろうと思って。まあまあ、もう、Without Me っていうか、8マイルあたりにはうんざりしてましたね。いまだにアルバム持ってる。いや、ファーストアルバム良かったっすよ。おはようございます。和骨です。おはようございます。ハートプレゼントありがとう。トコさん、バーガーありがとうございます。いや、デビーのディスはもう聞き飽きてたな。8マイルとかもう際立ってるなと思ったもんね。ちょっときついなっていう。ちょっときついな、これって。エミネムの話ですね。ポンタさんの、そのサムネイルの顔がエミネムのファーストアルバムの「リアルスリムシェディ」っていう曲の、ワンシーンなんですよ。 PV のポンタさんのジャケット。 たまに聞くといいっすよね。僕好きっすよ、エミネム。ファーストはファースト限定ですけど、僕はファースト以外はあんま好きじゃないっすね、エミネム。おはようございます。マイさん、アイテムありがとう。ここでコメするたびにディスられる。腹くくっちゃえよ。おはようございます。なんだろうね。なんか敵を作りたいんじゃないの？へいし！なんかさ、仲良くやってると、なんか、敵の友達は敵みたいな、結構なんかシンプルな思考だよね。とっくにくくってる。まあ、じゃないとここで書かないわな。
ね、雑談たぬきに書かれて減らってリスナーやめましたっていうやつで何人もいるもんな。あ、昨日はお疲れ様でした。本当もう筋肉痛でやばいっすね。ちょっと風呂入るのを全身痛かったっす。月の売り上げですか、僕の収入ですか。うん、いや低いっすよ、低いっす。アルバイトやった方がいいぐらいっすよ。ヒトピーさん全然です。まあ見てもらったら分かるんですけど、筋肉痛っていうかね、もうちょっと若干肉離れじゃないけど筋がピーンって張ってる感じかな。肉離れギリギリっていうぐらい。だから立ち上がる時とかツルツルツルみたいな、なんかするたびツルツルツルっていう、で揉んでるんだけど痛いね。筋肉痛とか筋がちょっと慣れないことするもんじゃないわ。あ、そうなんですか。ヒトピーさんもおめでとうございます。僕は雑談たぬきとか見ないんで。準備体操結構したけどね、ストレッチもしたし。まあおっさんってことだよな、もうおっさんです。いろんなところがもう運動不足で、タバコね最近2箱ぐらいになってるかもしれない。タバコ2箱になってるかも。ちょっと多いで、まあ、タバコはやめる気ないけど本数ちょっと1箱に減らさないととは思ってる。完全に2箱になってると思う。今体重75キロでしたね、この前測ったら。身長170で75キロがにしては頑張って動いたと思うよ。頑張って走り回ったと思う、正直自分でも。あ、3日で1箱はまあまあまあ88再生。88絡めてくるね。俺全部見ちゃったよ。あのアメリカ人の動画も見たし、アメリカ人の88発カウントでも腹抱えて笑ったし、あのミュウツーのあのなんつうの自爆で不受なんだっけ、あの受理されなかった動画あるな、あれも見て大爆笑した。一人で、でもう一人でもずーっと笑ってて、全部のミュウツーの動画見ててもう腹痛くて腹痛くて。でのんちゃん一回帰ったの、家に。犬に餌あげてくるっつって。で帰ってきたらまだ起きてんのっつったら、ミュウツーの枠見てるから、のんちゃんと二人で笑ったよね。アメリカ人は別にあるんじゃない、それアキラッパね。アメリカ人のところでミュウツーが反省会みたいなのやって、ミュウツーとアメリカ人が見てるの。で二人でそののんちゃんに蹴られてる動画見ながら、1、2、3、4、5、おとか言って、そう30回ぐらい蹴られてるって言ってて、30回かっていう話になって、あれはちょっとヤバゾーと俺笑いのツボ一緒だよね。いやカオスも多分クッソ笑ってると思うけど、うん、何回見ても笑う。しかもさ、もうほんと病気でしょ。なんか俺が企てたっていうかさ、俺が全部仕掛けてて、そのフットサルの事件も計算してる、のんちゃんに手出させることも計算してる、みんなに口裏合わせて、その警察に何もなかったって口裏合わせしてるってさ、すごいよね。もうなんかもう被害妄想が半端じゃないの。和道にはめられたって言って、あんな突発的なトラブルで俺そんな頭良くねえだろうと思って、あいつの被害妄想はすごかったよ本当に。さすがにでもね、部屋の中で一人でケタケタ笑ってたもんね。すげえわーと思って。うーん。あとで見てみて、ほんと。ああ、今見てくる？行ってらっしゃい。ぜひぜひ。笑うしかないよね、あんなの。配信者によってアングル違うからいろんな楽しみ方ある。明らっぱ視点と和道視点を交互に見る。あのね、のんちゃんの音声、のんちゃんの怒号を聞くのは俺の放送が一番綺麗なの。てめえこの野郎バチンバチンっていう音を楽しめるのは俺の放送だよ。超リアルタイムっていうか、そう結構この蹴り重てえなみたいな、なんかその音を楽しむのは俺の放送で、視点を楽しむのはアキラッパの放送。、うん、
ね、ことの詳細を知りたかったらミュウツーの放送だ。もういろんな楽しみ方ができる。これは面白いと思って。で、職人さんも行き、もうさ、これは再生数がやばいってなって。もうすごい、もう動画アップロードアップロード。もうなんか、松井和代チャンネルさんが頑張っちゃって。うん、いやー、すごかったよね。逆にワドは頭が異常に切れるというディスリーが行き過ぎて囲いになっちまってる。いや、頭が切れるっていうかさ、普通に考えるとこんな、俺さ、ヤガミライトじゃねえんだよって話だ。デスノート読みすぎだろ、あいつ。俺、ヤガミライトみたいになってるよ。かかったな、ミュウツー、つって。そんなわけねえだろ。ワド自身は動画上げなかったんだね。俺はね、いつも言ってるけど、俺の YouTube フリー素材にしてるんですよ。クリエイティブコモンズって言って、二次利用 OK っていう動画にしてるんで、僕は、その、大元、ソースを全部提供してんの。だから職人さんに、どうぞ好きに編集してくださいって案内はしてるよ。案内してます。で、そしたら松井和代チャンネルさんに連絡取ったら、って使っていいんですかって驚いてたよ、この前。和道さん自分で YouTube やってるからダメだと思ってましたつって使じゃあ今度神会あったら使わせてもらいますって言ってたよコメントで、結果被害届は受理されなかったしこれが答えですよね。いや正直言うとね、被害届はね出せるよ。だけど警察はめんどくさいよね。正直言うと現行犯の案件ですよこれ。で、現行犯で逮捕できるタイミングで本人がだってさ、いや何もなかったですって自分で言ってんだもん。で、警察も何なんだよってなるでしょ、俺ら動いてんのにっていう。でもね、のんちゃんに聞いたらね、前の日にも警察署に電話してるんだって、うん、だからね、いろんなもんがね持ってないんだよミュウツーは。だけど面白かったのがミュウツーがなんか男気あふれるっていう感じ、囲いコメントがあったのはちょっと笑ったよね。なんかやり返さなかったのはかっこよかったよ、よく我慢したねみたいな、なんか男気あふれる感じになってたんだけど、なんかありがとうみたいな感じになってた。なんか向こうではもうちょっと待ってと思って、もうクソ面白くて、それすらもう自分で数ヶ月散々配信者のこと煽って、でリスナーがブチ切れて、でコメント書かれて、でそれに対しても誹謗中傷して、何ヶ月もその粘着して、家にまで来て来んなっつって追い返されて、わざわざ交通費かけてさ、でさらに女にフルボッコにされて88発殴られる蹴られるやって、でしまいにはなんか手が震えるとか言ってさ、武者震いだとか言って事務所に逃げ込んで、深夜中に助けてくださいとか、俺にまで助けてく止めろよとか言って、わけのわかんないこと言った挙句に警察に行って相手にされなかった、どこが男気あふれんだよとか思って、もうクソ笑ったわ。なんか手出さなかったのはかっこよかったよとか言って、当たり前だわそんなもん。バカすぎるよな本当。いや警察のところでどんな動画見せてんだよとか思って、バカすぎるわこいつと思って、恥ずかしくないのかね。いやそんな美談にされてもうかっこ悪すぎるでしょ。ほんとね、腹抱えて笑った本当に。俺あいつがあんなに面白い配信者だと思わなかったもん。くっそ笑ったよね本当に。いやもうほんと面白かった。もうのんちゃんがヒャッハーなってて超面白かったよ本当に。最高だよね本当に。最高だよ、ほんと。俺もね、なんか、これはリスナー目線で見た方が絶対面白いわって思ったね。当事者だったから、結構ヒヤヒヤもんだったけど、実際動画で見たらもう面白くて面白くて。やべえよ、俺も何回も再生しちゃってるよ。こんなにミュウツーの配信見たの初めてだよ、ほんとに。いやー、笑わせてもらったわ、ほんと。いやー、面白い。いや、はめたら俺天才頭良すぎるだろ。ほんと、暴行イヤホイじゃねえわ。不謹慎すぎるわ、それは。さすがに暴行イヤホイはダメでしょ。不謹慎だけど、まあ、笑うわな、あんなもんな。あれで笑わなかったらね、イエス・キリストだよね。いや、のんちゃん結構いいの入れてるからね。だいぶいいの。のんちゃん？
のんちゃん足気をつけてよ。はい、うん。また二の舞になんないでよ。あのカーテン閉めて釈迦の、うん、のんちゃん前科があるからな、うん、ありがとう。隙間があるからその隙間からのんちゃんが見えちゃう。あーダメダメ、ちゃんと閉まってない。そう、なんとかなんねえのかなここ。いやギター弾いて歌うのは花火もらってからだよ。花火のサービスだから大坊さん。いやー笑わせてもらったわ本当に。いやーもうあののりこは敵に回さないみたいな雰囲気が最高だよね。のりこディスはやめとこうみたいな、これで許してやるみたいな感じだったもんね。なんかこののりこは勘弁してやるみたいな、ワドンは許さねえけどのりこは許してやろうみたいな、あこいつネタにしたらダメなやつなんだっていうのが顔に出てて面白いです。そこが何とも言えないんだよね。そこが何とも言えない。バカプレゼントありがとう。あれだけ誹謗中傷して、和道さんのおかげで閲覧と支援も稼げてるんだから当然の報いですよって。バカプレゼントありがとう。なんか必死の抵抗がね、足のかかとを上げるっていう防御スタイルもよかったよ。かかとを上げて、のんちゃんの蹴りをカバーしようと思うんだけど、全然防御できてないところもよかったよね。バチンバチン入れていくから。のんちゃん軸足の方に切り替えていくから。うん。面白い。のんちゃんが一番ダメージを負ったんだ。いやいろいろすごいよ本当に、いろいろすごい。しかもさ、あのツバニャンを襲撃した時も新野町近くにいたの。あの新野町の半笑いもちょっと面白いんだよね。またお前かみたいな。のんちゃんパッて見た瞬間にまたお前かみたいな。で新野町結構のんちゃんのことをそのもっと配信出しなよ面白いよって言って、結構新野町のんちゃん推しなのよ。だからさ半笑いで止めるのが良かったよね。ダメだよーって何やってんのーって。いやーもったいないよね、徹底して呪縛開いてさやればいいのにさ。さすがにもう懲りたんだろうね。さすがに懲りたんだと思うよ。もう無理だわっつって。もう俺笑ったよ本当に。面白くてしょうがねえわ。いやこんなに面白いと思わなかった。寝る前に動画見てもうのんちゃんの怒号もすごいしさ。てめえが煽ったからだろうがやーとか言ってバチーン。まあそうなればな。おはよう今日の CD さん、うん、ああ和道さんとドローンに関してすごかった。だからドローンか和道かっていうぐらいあのネームバリューがあるんですよ。なんかすごかったらしいですね。すごいよね、出るだけでコメントが荒れるって、コメ欄が荒れるってなかなかだよ。でも俺逆にね、俺の放送見たことないんだろうなと思うもんね。だってこんな閲覧ないもんね、うん、いやーのんちゃんはヤクザですよ。のんちゃんはヤクザだよ。くそ笑ったわ、うん、で正直さ、フットサルよりもインパクト残しちゃうってすごくない？あんだけガン首揃えて、あんだけ配信者がいるわけじゃん。あんだけオールスターがいる中で、のんちゃん一人で閲覧かっさらうんだぜ。のんちゃん一人で、ヒャッハーさせた方が強いからね。
すげえよ、配信やった方がいいよ、のんちゃんは。その辺の配信者より閲覧持ってるの。多分ね、配信やってたら大手になってると思うよ。しかもなんか前代未聞の、その女系気違い配信者で大ブレイクしてると思うよ。今までいないタイプだと思う。しかもなんか熱烈なファンがつきそうだよね。なんか変な支持層ができそうだよ。乗り子組。乗り子組。ツイキャス、まあ、配信界全体で、その、ふわっちだけの人とかよりも配信は有名じゃない？ニコ生でやってたっていうのがでかいから。で、やっぱりその当時のツイキャスってさ、ニコ生を意識してるじゃん、ツイキャスの配信者が。やっぱニコ生で売れなかったっていう負い目がどっかにあるのよ。だから、ニコ生で、その、ある程度コミュニティ伸ばしたっていうのが 結構でかかったんだと思うよ。ただそれだけだよ。だからまあ、オフ会っていうか、ああいうイベントごとだと、リスナーさんに声かけてもらえるよね。写真撮ってくださいとか。だから声かけてもらったのはね、時間が許す限り快く受けていこうとは思うけど。嫌な顔しないでね。全部、写真断ったことはないかな。まあ、盗撮にぶち切れたことはあるけど。お前何勝手に撮ってんだよって、おっさんにぶち切れたことは何回かあるけど。いや、乗り子狂はすごいよね。のんちゃんはファン増やしたでしょ。ったわ、本当に。もとぼんおすすめの放送があるよ。俺の放送がそんなにつまんなかったら、88発パンチ食らう、配信者が今人気らしいから、そいつでも囲ってなよ。で、警察に被害届を受理されなかった配信者が今来てるらしいから、俺の放送見ないでそいつの放送を応援しな。すごい。俺本気で思ったもん、今回の件で。もうバカすぎるなと思って。もうなんかすごい、なんで止めなかったんですかとか言うやつが多いから、いいよって、ミュウツーのこと囲えよって。おめえらいらねえわっつって。策略だったら俺天才だよね。 じゃあそれを言ったの、ミュウツーの放送を見てる時、のんちゃん帰ってきて、何笑ってんのって。ミュウツーの放送見てんだっつって、なんかそのミュウツー曰く俺の全部陰謀らしいぞっつったら、のんちゃん爆笑してたよね。あいつ病気だろっつってたよ。 全部俺の考えたことで、全部俺の手のひらで起こったことで、あいつは踊らされたって言ってるよっつって。今後は、ゆいかさんの座談会が近いですかね。それ以降は決まってないです、スケジュールは。ゆいかさんの座談会ですね、次の予定は。いやー、面白い。もう腹痛いよ。 俺はもう多分今月10日間ぐらい、あと6日間か7日間か、もう幸せいっぱいだよ、本当に。あー、すっきりした。ほんと、笑いすぎて寝れねえもんな。フォローありがとう。 いやー、かっこいいよな、のんちゃん。俺、のんちゃん大好きになったわ。さらに好きになったわ、のんちゃんが。いや、もうおかげで寝れないですけどね。いや、おかしくなりそうだよね。もうほんと血管切れるぐらい笑ったもん。血管切れるぐらい笑う。ほんと。なんかさ、その大人がマジギレしてる動画って面白いよね。なんかいい大人がマジギレって結構面白いよね。なんだろうね、この不謹慎な笑いっていう。ねえ、なんで止めなかったの？質問攻めっていうか、4時間だからずっと聞かれてんの。なんで止めなかった？なんで止めなかったって。 もうどうでもいいよね、本当に。なんで止めなかったしか言えないアンチもどうかと思ったもん。それ以外聞くことないの？と思って。
閲覧をコントロールできるって和藤さん言ってましたけど、今できます？できますよ。うん、できます、できます。ある程度はね、ある程度はできますよ。あとね、その、またちょっと語弊があるかもしれないんだけど、閲覧をコントロールできるというかね、読みの精度がどんどん深くなっていくっていう部分と、ある程度コントロールできるっていう感じかな。もちろん、その、閲覧を2000とかにしろって言われても無理よ。物理的に。ある程度はコントロールできますね。おはようございます。和道のところでの米ご機嫌うかが息色悪い。顔好きだけど二度と見ないわ。バイタヌキ。っていうかさ、カオス好きだけど二度と見ないってもう矛盾してるよね。あ、お疲れ様です、ツルネさん。いや、配信者としては止めるべき、止めないべきとはあんま考えてないよ。俺もだからカメラ向けてないわけじゃん。俺も若干引いたかんね。あまりにもいいパンチ入れるから若干引いてたかんね。後半はもういいやと思って。深夜ちょ笑いのダメだよーで、ね。ギャップが全員のテンションの違い、のんちゃんがもうヒャッハーってなってて、なんか一方的になんかいじめられっ子がいて、でなんかよーし今日も頑張るぞーみたいな配信者がいてさ、なんだこれみたいな。まあ自業自得だよあんなもん。ザマーだよ。いやあとね、あのミュウツーの囲いのなんか、お前はかっこよかった。よく手を出さなかったなっていうのが最高に積もる。ほんと最高に積もる。俺だったら殴ってたわとか言って。なんかコメントでなんかかっこいいみたいになってるのがもう最高に、もう最高に面白かった。あそこの。なんかお前は男だみたいな。当たり前だろ、女に殴られて手も出せなかったどころか口も出せなかったんだよ。何も言い返せなかったんだよ。で、できた必死の行動が、手がプルプル震えて事務所に逃げ込んで、誰か助けて、とか。で、警察呼んでも何もありませんでした、つって。で、イベントが終わった後に行ったら、なんかお前ふざけてんのかって怒られたって話でしょ。もう、なんかさ、もう全部自分で撒いた種なのに、なんでその、不幸が起こると和道が悪いみたいなこと言えんだろうね。全部自分で撒いた種じゃん。むしろ俺から何かふっかけたことなんか何一つないのに、全部自分で不幸になっていって全部俺のせいにするってすごい技術だよね。ドラゴンさんおはようございます。まあラハグさんは名前知ってますけど会ったことはないですね。僕はないですないです。おはようございます。ランハゲムカつきますよ、ドラゴンさんって。あ、そうなんだ。ムカつくんだ。いや、ミュウツーがだからどんな感じで今後配信するのか、俺、だって俺ミュウツーの配信、みじんも興味なかったのに、本当にみじんも興味なかったの。ちょっと次枠は見たいもんね。なんだろう。俺、もうこんなミュウツーの枠見たいと思ったの初めてだぜ。絶対見逃したくないよ。深夜ちゃんはかっこいいよ。実物も何回も会ってるけど、めちゃめちゃかっこいいっすよ。反応がかわいいよね。俺ゲイじゃないんだけど、あいつガンガン犯したくなる。欲望湧いてくる。やっちょ犯したくなる。なんかね、俺やっちょ毎回思うんだけど、結構ガタイいいの。すげえベビーフェイスで、なんかジャニーズみたいな感じじゃん。細いイメージでしょ。結構筋肉質だよ。なんかテルちゃんみたいな体っぽくいいイメージがついてるじゃん。俺も華奢だなって画面で見てたら、
俺より腕とか肩とかでかいからね。うん。なんかね、結構パワー系なんだよ。深夜ちょっと。ガタイいいの。太ってるとかじゃなくて、ガタイがいいの。だからね、パワー系の運動神経の良さなんだよ。やっちょマッチョだよね、すごいね。結構、ガタイいいんだよ。うん。ネタにしたら美味しい事件だ。ノンタンに感謝しなきゃ。いや、もうノンタンにはね、ちょっと愛情感じたよね。いや、時間割いてく、ね、ツイッターにも書いたんだけど、俺に時間割いてくれる人と、俺にね、お金をね、提供してくれる人で俺は生きてるわけじゃん。だから時間を使う人、お金を使う人ってね、大事にしようと思ってたけど、まさか命を使う人が現れたからね。すごくない？もう金も割く、時間も割く。そんなもんじゃ足りないわ、つって。和道さん好きすぎて、私命使うわ、つって。もうすごいでしょ。いや、俺はかっこよすぎると思ったよ。うん。懲役上等だからね。かっこよすぎるわ。いや、爆笑しますよね、本当に。いや、もう今、なんか、もう別視点も面白くて。昨日の、アメリカ人とミュウツーの放送も爆笑できたし、ミュウツーが個人で、なんかやってる、警察に、なんか、重大発表ですみたいな感じで、なんだなんだと思って、なんか、重大発表ありますみたいな感じで息巻いてるから、なんだと思ったら、警察行って被害届出せませんでしたとか、バカすぎるわ、こいつと思って。バカすぎるだろ。重大発表でもなんでもねえわ。なんでこいつこんな格好悪いことが言えるんだろうと。あれ笑いましたよ。いやー腹痛いあいつ。いやー、どのポケモンが暴れるっていうか強すぎるよな。ほんと簡単にポケモンマスターになれちゃう。チートだよこんなの。ポケモン大木戸博士が大変なことになってるよ多分今。諸波動が捕まえてくるポケモン強すぎるんだけど。はあ、いやー、逆にっつうかもう、まあ全国区になりましたね、彼は。うん、ようやく神回と呼べる放送ができたら、ぶん殴られる放送っていう。まあね、和道リスナーをごっそりね、アンチを持ってったのは持ってったんだろうけど、やっとメジャーデビューできたんじゃないの。うん、いっぱいいるよ。浅井さんでしょ？和道ポケモンで有名なのは、浅井さんでしょ、石野でしょ、あと誰、のんちゃんでしょ、海宝でしょ、あとロハコさんももともとうちのリスナーさんだし。俺のリスナーさん悪強すぎるでしょ。彩香とかもいたもんね。超やべえ本当に。石野のんちゃんだけじゃないよ。セブンさんが叩くって何を叩くの。状況知らなすぎでしょ。あ、俺結構ぼっちだよ。俺人嫌いなんだよ結構。うん、俺本当に全然喋んないよ、話しかけられない限り。挨拶はするけど、うん、主催者側から揉め事禁止令出てたのに怒られへんかった。いや、怒られたっつうかちょっと勘弁してよみたいな。いや、まあ、テルはそういう、なんか、かっこ悪いこと言わないから、テルは、なんか、ワド悪いって、逆に謝ってたよ。ワド悪いって、警察来たから、ちょっと身分証書いてなって。あいつはそういう男だよね。で、深夜ちゃんちょっと勘弁してよ、みたいな顔してたけど。タカさんおはよう。いや、まあ今都内うろついてるんじゃないですか。わかんないですけど、うん、多分都内うろうろしてると思いますよ。いや、怒るつうかね、本当の本当に下手してたら多分ね、殺す勢いぐらいだったと思うよ本当に。変なね、刃物とかあったら刺しちゃってるでしょ。のんちゃんは。だってな、
女の人でさ、88発、見えてるだけで88発なんだけど、俺カウントだと120発は行ってるんですよ。見えないところカウントをすると。あのペースで行くと。100発以上行ってるぞ。あのね、人を100発殴るって相当根気がいりますよ。正直。フォローありがとうございます。また始まったよ。なんで止めないのって。なんで止めないのって。なんでなんだろうね。わかんない。なんで止めないんだろうね。始まったよ。まあ、なんで止めんのつって、ミュウツーを叩くと粘着やばいから和道さんを叩くらしい。あー、頭いいね、セブンさんね。セブンさん頭いいね。なるほど。あー、どうもどうも、お疲れっす。ダンレイさんだっけ。ダンレイさんいらっしゃい。面白かったっつうか、俺も若干引いてたよ。いや、客観的に見て、笑ってるんだからね。リスナーとしての感想よ、これは。当事者としては修羅場だからね。画面に映ってないけど、三脚まずバチンいってんのよ。まず三脚バチンって弾くのよ、のんちゃんが。こう、ポールが立ってて、三脚があって、この後ろにミュウツーがいて、配信をやってるわけだ。定点カメラで。スマホが立ってんの。てめえこの野郎っつってバチンって蹴り上げるところから始まってんのよ。もうやり方ヤクザでしょ。机の上にあるバチンってやってバチンって蹴るところから始まるのよ。だからアキラッパも、バチン、ってなってるじゃん。からカメラ切り替えじゃん。だからまず、オープニングからもうバチン、てめえこの野郎っつって蹴り上げてから、うわーみたいになってんのよ、みんな。来た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 みたいな。で、俺はもう追っかけてんのよ、それを。なんちゃんなんちゃんつって。怒った女の人は怖いっすよね。いきなりフットサル始まってびっくりしたけど、話題性はすごかったね。いやー、あれはやっちょしか止めらんなかったよね。だって、のんちゃん言ってたもん。やめるタイミングがわからないね、喧嘩ってって言ってたもん。誰も止めてくんないんだねって言ってて。まあ、あそこまで切れたら誰も、だからね、なんかね、喧嘩だと思ってるんだよ、のんちゃんは。俺からするとなんかもっと重大な事件だよね、あれ。たまたま、のんちゃんが、そのパワーがなかったから良かっただけの話で、あれ男でやってたらなんか殺傷事件とかさ、なんか、なんつうの、ニュースになるぐらいの、なんかとんでもない事件になってたと思うよ。あ、全然面白くなかったら俺の放送見なくていいよ。ミュウツーでも囲ってれば。ミュウツーが弱いの分かってるから言ったんじゃないの。いや、そういうんじゃないでしょ。もう腹くくってんでしょ。女なんだから絶対腕力で勝てないの分かってるから気合で攻めてるんでしょ。もう関係ねえよの精神だと思うよ。あ、俺の放送嫌いなら俺の放送見なくていいっすよ。本当に別に慣れ合う気ないんで、俺のアンチの人と。嫌いな人の放送を見るとかくだらないから、俺の放送もう二度と来なくていいよ。マジで。俺閲覧欲しくてやってるわけじゃねえから。過疎でも全然平気だから。俺は自分のファンしか大事にする気ねえわ。悪いな。じゃあな。嫌いじゃないけど面白くないんだけど。だから面白くなかったら時間の無駄だからやめなよ。見なくていいよ、本当に。嫌いじゃないとか好きとかもうどうでもいい。面白くないんなら見ない方がいいよ。俺暇じゃねえから、面白く話してっからどっか行ってくんねえ、悪いけど。邪魔だわ。俺は今、ヤバゾーとカオスと、ね、ヤバゾーとカオスと今これで盛り上がってんだよ。ふざけんじゃねえよ、俺のすげえ楽しい時間、おめえのせいで空気乱れんだよ。帰れよ、ほんとに。なあ、俺とカオスとヤバゾーで、このバイブス。このフィーリングがバッチリ合ってる感じなんだからよ。邪魔だよ、冷やかしなんかいらねえよ。消えろ。笑うわ、ほんとに。だからさ、面白くない話題だったらさ、面白くない話題だったらどっか行きゃいいじゃん。俺の放送見なきゃいいじゃん。面白くない話がずっと続くんだから。俺は自分が面白い話するだろ。そうばあね。だろ？で、話題がつまんなかったらどっか行けよ、本当に。俺今めちゃめちゃ面白いんだわ。ね、寒いよね、本当。そうだよ、今もう最高に濃厚なね、辛みをしてるんだからよ。
いいんだよ。この話ついてこれないやつはフォロー外せ。どうでもいいわ。お前らとは分かり合えねえよ。俺は俺でやるんだよ。最高だよ、ほんと。あー、楽しい。知らない。いや、見方が分かってないんだよね。そうそうそう。キッズなんでしょ。うん、分かんないけど。ガキなんだと思うよ。俺だってあの動画海外に通用すると思ってるもん。あの動画は普通に海外に通用するっしょ。だってちっこいおばさんがさ、若者をいたぶる動画だよ。ワールドワイドだろ。いや、全部の視点面白いね、あれ。音声を楽しむなら、のんちゃんの叫び声とか、あの、蹴りの音、パンチの音聞くんなら、俺の放送を、視覚的に楽しむなら、アキラッパの放送、何があったのか。で、リアリティがある、被害者の目線は、ミュウツーの放送だよ。全部揃ってるから、うん。全部揃ってる。奇跡だよ。いやー、職人さん頑張ってたね。うん、お前ブロック入れるよ。お前邪魔だから。あの、悪いけど。俺、ヤバゾー好きだから。お前嫌いだから。お前絡むな、うちのリスナーさんに。一発、あれでしょ？最初、序盤にあるさ、こういうやつでしょ？後ろ、横からさ、こう、かがんで、フックみたい。これでしょ？俺、あれ見たとき引いたんだもん。うって。ちょっとバチンって入ったの。あれ、痛いと思うよ。いいの入ってるよ。いいの結構入ってる。いっちゃんおはよう。うん、そう、あの、俺のリスナーさんに絡まないで。俺の大事なリスナーに絡まないで。うん、めんどくせえから。うん、俺の放送嫌いなんだろ、お前。うん、楽しくねえんだろ。俺はヤバゾー楽しいんだよ、今。ヤバゾーがいないと盛り上がんねえんだわ。空気読めよ。後頭部の時に多分腕、あの、折れてる。後頭部の思いっきりいってんの。追いかけるとき。あれが良くなかった。頭蓋骨に思いっきりパンチ打ってるから。あれで拳砕けたんだよ、多分。多分ね、後頭部のこれだっていうパンチはあるの。そっから、のんちゃん後頭部いかなくなってんの。ボディ攻撃に切り替わってんの。だから多分、無意識に、あ、行ったなっていうのがあったんだと思うよ。多分、無意識に。まこやん、おはよう。相変わらず盛り上がってるぜ。あそこ、後頭部に、一発思いっきりいってんの。バッチンって。顔の勢いで。あれはやばい。いやー、リスワンは、わかんねえよ。運だから。うん、ありがとう。だいたいわかるよ。もう、音的に、あ、いったなっていう。うん。まあでも、アドレナリン出てるからね、本人は。あとで、のんちゃんもうずっとむしゃぶりしてんの。タバコ吸いながら、もうプル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 してんの。で、のんちゃんが、和道さん、右手が痛い。え？つって。まさか折れてると思わないじゃん。そんなハードパンチ打つと思わないじゃん。女の子だから。結構いい音はしてたけど、そんな折れてるぐらい殴ってると思わないから、和道さん、プル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 震えて、のんちゃんが、和道さん、ちょっといい？どうしたの？つったら、右手が痛いって言って、え？つって、ちょっとよく見たら、ボッコボコ。もう、ここ真っ黒。もう、ここ、クリーンヒット、中も、ここも。で、ここがボコってなって、もう真っ黒。で、擦り傷だらけ。ぐちゃぐちゃなの、右手。左手は多少擦り傷みたいな、ちょっと喧嘩したぐらいのやつなんだけど、右手ぐっちゃぐちゃなの。あ、のんちゃん、これはダメだ、つって。これは折れてる、つって。折れてないと思う、って言って。いや、見てもらっていいな、つって。見てもらったら、あ、折れてますね、これ、って。いや、あの、アドレナリン過剰に出るから。いや、のんちゃんってぐっちゃぐちゃだったよ。いや、まあ、ね、ギブス見たらわかるけど。うん、女の手じゃなかったよ。ほんとに。ほら、女の子ってほら、手細いじゃん。あの、骨が細いじゃん。で、のんちゃん、キャシャでしょ？キャシャだけど、運動神経は悪くないのよ、正直。あの、体柔らかいし、Y 字バランスできるし、意外と運動神経いいの、あの子。だけど、骨は細いのよ。だから、なんつうんだろう。精神が肉体を凌駕するっていうの。結構ひどい、もうなんか、なんつうの、ヤンキーの、
百戦錬磨のヤンキーみたいな拳になってたよ。あの拳見たら俺逃げるね。うん。やばいわ、つって。うん。喧嘩強えわ、こいつ、みたいな。うん。蹴りうまかったよね。腰入ってたよね。うん。そうそうそう、腰入ってた。俺もだから、ドレさん張りにいい蹴り出すなと思ったもん。もちろん格闘技やってるわけじゃないからさ、モーションとかいろいろあるけど、ちゃんと振りかぶって腰入れてたもんね。あれ多分嫌だったと思うよ。いや、47歳であの蹴りで出せないでしょ。あんな小柄で。あれ、どう、同じ体重で女の子同士やったら負けないよ、多分。うん、俺よりセンスあったかんね。うん、俺より全然センスあったよ。あ、そうだね。柴千春スタイルだね。完全に。完全に柴千春だね。あ、そうそう。腰入ってる蹴り方だよね。うん、いや、だから、いい蹴りだったよ。本当に。いい蹴り打つなぁと思ったもん。ちょっと面白かった。うん、いやー、すごいなぁ。ティンバーランドじゃないよ、あれ。のんちゃん高い靴履かないから。安物の靴だよ。うん、ティンバーじゃない。あー、ティンバー履かせちゃダメか。ティンバーだったらね、あれ言ってると思う。あ、っていうかね、ミュウツーね、放送で画面ではあんま映ってないけど、肉眼で見てるじゃん、俺。肉眼ね、なんか鞭で打たれたみたいに真っ赤に腫れ上がってたよ。なんか耳ずばりになってたよ。あの、さすがに真っ黒とかはないけど、なんつうの、赤い筋耳ずばりになってたよ。もうなんかギザギザにもう蹴られまくって、足がもうなんか鞭で打たれるみたいにギザギザの。うん、のんちゃん47だよ。うん、47歳。うん、いや、ブーツでよく蹴ってたよね。のんちゃん47だよ。有名だよ。うん。別に隠してないし。ティンバーランドとかね、安全靴で蹴ってたらもう大ダメージだったよね。多分。のんちゃんにブーツ履かせんのやめよ。うん。いや、かなりいい音してたよ。かなりいい音。うん。うん。めっちゃ若く見える。まあまあまあ、だから愛子さんとダメかな。うん、愛子さんとダメ。彼女ではね、ダメ。大丈夫じゃない。まあ、さっきから話してるけど、ぐちゃぐちゃ。うん、安全靴だったら結構やばかったよ。しかもなんか動画に映ってないけど、またぐらも蹴り上げてるからね。あれ、ヒットしてなかったから良かったけど、要は股間のケツの関節の部分に止まってたから、後ろから蹴ったからあれだけど、前からあれ行ってたら多分金玉潰れてるよ。またぐらも普通に蹴ってるからね。すげえよね。うん、あの月曜日手術ですね。月曜日手術です。事前練習してなかったんじゃん。だから本能で強いんでしょ。だから練習が生きないのは俺の捨て頃見たらわかるでしょ。あんだけ練習してジャブの一つも打てないでこんなになっちゃう猫パンチだったじゃん。だから本番はその野生の本能が出るんだよ。だから素で強い子なんでしょ。いや、どうだろうね。そうで、のんちゃんが帰ってきて言った一言が、和道さん、明日あたり多分便所さんが多分便乗してくるよっつったけど、違う違うって、モグゴリで鮫島さんが神回起こしたからこっちには便乗してこないよっつって、なんだっつって、多分のんちゃんのファイトを見て鮫島さんの血が騒いだんだよって説明しといた。ハートありがとう。あ、ミュウツーの心、ね、正直言う、のんちゃんにあそこまでやられたら心折れますよ。だって絶対反撃できないもん。うん、すいませんが、昨日の事件は正直ドン引きしましたわ。あ、そうですか。はい、突発的な展開だった。あったの。あったらプッツンみたいな。え、見てみる？オープニング、じゃあ、再放送見たい人。再放送見たい人、じゃあ手上げ。手上げが多かったら再放送します。ちょっとだけ。
鮫島さんわかんない。俺も放送やってたから。俺はそれどころじゃなかったから。あの、噂に聞いただけだからさ。派伝書バトで。再放送見たかったら流しますよ。再放送見ますか、じゃあ。何回見ても、何回見てもね、何回見てんだろう、俺、この2日間で。で見ますか、じゃあ。はい。じゃあ行きまーす。ほんと何回見てんだろう、これ。ちょっと待って、もう時間大体何分頃か覚えちゃったもんね。流しますか。それ深夜ちゃん怒るでしょ。ハートプレゼントありがとう。アイテムありがとう。階段きつ。それジェル塗ってんの。まだ早かったかな。でここに駐車場あんじゃん。ね。まだ前の人使ってるから別のところ移動しとく。待ってる、ここで。ここでいいの？ほら、明らっぱいるわ。うん。ここでいいでしょ。昨日の録画だよ。あざーす。自分のタイムシフトだよ。クソがいる。いいよ。いいよ、いいよ。今いいよ。今いいよ。おい、おい、何やってんだよ。いい加減しろよ。いや、何粘着してんだよ。まあまあこんなもんっすよ。こういう状況ですね。これ以上こっから先は皆さんが知ってる通りだから、編集されてる動画見てるでしょ、うん、いや笑うよね本当に。三脚で殴って曲がったのね。三脚倒してるじゃん。であんまりそのアキラッパしてんのとあんまり映ってないんだけど、俺が影になってるから。のんちゃん三脚取ってバチーいってるからね。マド、うん、さん俺を大手にしてくれよ。くだらねえわ、くだらねえわ、やめとけそういうの、うん、そんな大手になるために配信なんてやるもんじゃねえわ、うん、くだらねえわ、やめとけ。いや、どんだけ恨んでたのかっていうのが全部こもってるよね。でもまああんだけ言われたりやられたりしたらこうなりますよ。うん、あんだけさ、そのずっと粘着してたらこうなるよ。うん。だからやり返すっていうかね、まあ女性に手あげるのはまあないとして、まあ言い返すとかはあるんじゃないの。俺を大手にしてくれよ。もう大手なんかなっても意味ねえから、くだらねえよ。
で、人に大手にしてもらえると思ってるのが滑稽だわ。配信者。なんか自分の力でなるもんなんじゃないの、うん、違う？俺が言ってること間違えてる？自分の力でなるもんじゃないの？なりたいものは。何にしろ。人に何かにならせてもらって何か意味あんのそれ。くだらないのやめようぜ、そういうの。その自分の向上心がないやつは何やってもダメだよ。自分でなりな、なりたいものには。自分で手に入れたもの以外に価値なんかないよ。ね、金梅さんとかにお願いしなよ。金梅さんとかに。ああ、ひどんな止めてあげて、ひどんな止めて、今すぐ、今すぐひどんな止めて、今すぐひどんな止めろ、今すぐひどんなにやめろって枠切れって言え、みんなみんな今すぐひどんなに枠止めないと、うん、今すぐ枠止めな。お風呂配信バン。ふわっちお風呂配信バン。バンになる。次。いや、きれい。きれいきれいきれい。かわいそう。戦うんなら正々堂々やんないと。今、止めてあげて。止めてあげて。ああ、よかったよかった。セーフだろう多分、うん、かわいそうだよ多分、閲覧欲しくてやったんだよあれ、うん、いや正々堂々ね、リスワン狙ってるから、ひどふわちはバンになるから、いや止めたんだと思うよ、うん、止めたんだと思う、いや微妙だよね、いや多分だから焦ったんでしょ、今日撮りたい日なんだよ多分、ひどんな的には、で、邪道を使っちゃったんだよ。いや、俺は、その、なんつうの、なんか、リスワン取りたいとかないけど、別に普通にやって戦うけど、なんかその、なんつうの、あれでバンになったとか嫌だから、ゲテモノ例外じゃない。俺、運営さんに確認取ってる。だから、やるんだったら正々堂々やりたいじゃん。バンになってないといいけど。うん。いや、かわいそうでしょ、リスワン取るチャンスで。多分、1回目でしょ。ありがとうね、あのコメント書いてくれた人、いやかわいそうでしょ、うん、優しいっつうか、そこはフェアプレーでいきたいじゃん、そこはフェアプレーじゃないとダセーから、うん、別になんか配信者だから何やってもいいけど、多分その最近来た人じゃん、ひどんな、だからふわっちのルールあんま分かってないんだよ、いや服着たままアウトです、俺運営さんに確認取ってる何回も、でも、あの、全部バンなの。だから、お風呂配信で、バンになってないのない。いや、迅速な対応だったね。よかった、よかった。すぐ切れ、切れっつって気づいたらしいよ。うん。だから、非公開にしろって打っといたから、非公開にしてれば、まあ、セーフかもしんないわ。正直。男性でもダメなの。俺も、運営さんに、何の配信だったっけな。なんか忘れたんだけど、お風呂配信をやりたくて、で、水着を着るから OK ですか？服着るんで必ずって。絶対チンコ出さないんでって言ったらダメだった。そう。絶対バンになりますって。うちは禁止ですって。なんか見たことないでしょ？お風呂配信って。
うん、見たことないでしょ、うん、あ、そうだ、石野と行った時だ、そう、そう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 、枠開かないかな、厳しいの、お風呂配信にはとにかく。で、俺は別になんか普通にさやるん、あーっていうか枠開かねえな、大丈夫か、いや、やっちょ服着てやったけど、バンになったの。ダメだったの。それで揉めたの、一回。それで揉めてるの。すっげえ確認してるよ。嘘だと思うな。カオス、運営さんに聞いてごらん。あ、なんなら俺がツイート見せようか。俺が運営さんのツイッター確認しようか、じゃ、うん、証拠残ってるはずだから。いや、オカマはダメなんだよ、実は。今見せるよ、謎の X さん。そう、お風呂は絶対映してないので、ミュートも厳密に言うとダメなの、あの通報数が少ないんだよ、あのダメです。ああ、そうかな、わかんない。いや、でもかわいそうだよ、さすがに。ご連絡ありがとうございます。ここね、すいません、配信の基準でお問い合わせしました、女性とお風呂配信します。もちろんエロ目的ではありません。貸し切り風呂で配信を行うのですが、万対象でしょうか。例えば水着を着て温泉などで雑談は可能でしょうか。アドバイスお願いします。ふわっちね、うん、ご連絡ありがとうございます。現在お風呂での動画配信自体を禁止としておりますので、お控えいただければと思います。性的な目的でないことは十分承知しておりますが、他のユーザーへの影響もございますので、許可を出すのは難しいですね。書いてあるでしょ、お風呂での動画撮影自体を禁止って。だからお風呂配信ないんだよ、実は、あのふわっち。だからかわいそうと思ったの、多分知らなかったんだよ。そうで、もうほら、俺枠チェックは常にしてるから、やめとけやめとけっつって、せっかく取れるか取れないかで、しかもライバルでしょ、俺と争ってるわけじゃん、ダメよ、うん、せっかく自分から棒に振るのは、まあでもまあそれも勉強なんだろうけど、ニコ生は OK、 お風呂だからね、基準がね、最新サイトによって違うから、ニコ生の人だから、ひどんなは。うん。あ、ミュウツー始まった？うん。いやー、枠見てえな、ミュウツーな。うん。いや、フェアにやろうっていうことね、フェアに。それでバンになってももったいねえから。うん。厳しいつうか、まあ、だからルールに明確に書いてあるからね。クリーンな配信者は目指せないってタイトルだ。かぶせてくるね。あ、ブロックされて、うん、和解してないよ、全然。和解っつうか、俺別に喧嘩売ってないもん。やってる？うん。見てえな。まあいいや、自分の放送やるわ、今日は。突で話したいよね、ちょっとね。もう家帰ったのかな？その、彼とは語りたいことがいっぱいある。語り合いたいよね、ちょっとね。腹を割ってね、腹を割って話したいよ。トツかけてこねえからトツ大歓迎なんだけど俺。誰かの家なんだ。あ、じゃあ機材がないか、トツかけらんないか、携帯でやってるから。携帯2台持ってないでしょ、さすがに。ちょっと厳しいよな、うん、じゃあコメント欄だけ見とこうかな。コメント欄だけ確認するわ、うん、アメリカ人の家か。あ、みんな様子見してるね、潜ってるね、うん、アメリカ人の家かな、うん、最近アメリカ人クロマキー合成だから、ちゃんと書いてあげないとダメだよ、みんな。ちゃんと書いてあげないとダメだよ、ほんと。お前男気あるなって、うん、女に手出さなかったのかっこよかったぞって、うん、面白いな。なんだろう、でも生理的に無理だわ生理的に無理だったからブラック
あのダメだていうかひどんな配信復活しねえな、うん、ひどんな大丈夫かな、うん、男の裸ダメ、あの上半身上は OK なのね、下はもちろんダメ、あのでお風呂配信自体がダメなの、うんうん、違うの違う違う、マトヤそれマジレスじゃなくて、そのなんか向こうのリスナーで女に手出さなかったのはかっこよかったぞ男だなっていうコメントが流行ってるの、だからみんなも書かなきゃダメだよっつったのよ、流行ってるのそれが、お前男だなっつってネタでネタでみんな書いてる、うん、偉いぞって、うん、そううん、流行り流行り、そう、うん、ちょっと体足とか見せてもらえな、多分あざ残ってるよまだ、足を見せてって言ってごらん、多分ね足結構腫れたりしてるよ、絶対今だったら残ってる、で明日には残ってないから足を見せてもらわないと意味ないよ、今のうちに見せてもらった方がいいよ、今しか見れないから多分、もう昨日の今日しか見れないよ、足を見せろとあざ、うん、あざ、やっぱね言葉じゃなくてね傷跡を見せてほしいよ、うん、47の88足来るか、足足来るか、足違う、あのすねの部分、すねを見せてほしいの、皮膚を、皮膚を見せてほしいの、皮膚を、あざ、うん、ができない、いやめちゃめちゃだからすね見せてって言えば見せてくれるでしょ、うまいこと聞いてね、乃木山かつすねを見せてって、あの生の耳どうなってんの、毛がないって見せてって、うん、だって橋本くん人気だもん、橋本くんは撮るでしょ、足見せてよって、うん、素足を見せてもらわないとダメよ、素足を、うん、よいしょ、はい、若津です、見てるわ、のんちゃん見てんの、のんちゃん監視中じゃない、ちょっと笑ったらタバコ取りに来たわ、さすがですね、イヤホン使う、うん、イヤホン持ってきてないの、うん、ちょっと待って聞きたいでしょ、のんちゃん起きて枠監視してるわ、さすがだな、ちょっと笑ったら寝てるかと思ったらのんちゃんがっつりミュウツー見てっから、はい、のんちゃんイヤホン、ありがとう、のりこ監修のりこががっつり見てるよ、のりこががっつり見てるよ、のりこ監修だよ本当にあー面白い、和道はどこでもいいだろうが、どういうこと、和道はどこでもいいってどういうこと、うん、あ面白い、あざができない体質って言ったけど、俺が見た時足がミミズバレだったけど平気で嘘をつくな今日はどんな面白い発言をしてくれるんだろういや閲覧が増えて喜んでるんでしょ閲覧が増えてなんか人気が出たって勘違いしてるんだよこの恥さらしが
んかちょっと俺大手になれたわみたいな。のんちゃん筋肉痛どころか腕折れてんだからさ、腕つが拳折れてんだからもう全身全体的にダメでしょ、うん、もうなんかドヤ顔だよ、ね、恥をさらしてることに気がついてないっていう、もう最高だよねほんと。笑うわこんな、いやー嬉しいんじゃん。俺の時代来たって感じなんだよ。ついに俺の時代来たわっていう、うん、すげえよな。なんであんだけ殴られて勝者の顔ができんのか不思議でしょうがないよ。そう、おばさんにボコられた男で。なんでおばさんにボコられて警察に駆け込んで被害届出せなかったのにこんな清々しい笑顔なんだろうこいつ。いや調子乗るでしょ、うん、完全に乗るでしょ。いや受理されないでしょ。だってね、現場に来てた警官には何もありませんでしたって答えてんだよ。おめえ何もなかったって言ってんだろって。後から来てお前なんかありましたじゃねえだろって。警察馬鹿にすんなよって話でしょ。お前登場人物全員何もなかったっつってたぞこの野郎って。それは怒られるわな。お前イベントの前の時は何もなかったっつって、お前イベント終わったら何かありましたじゃねえこの野郎って。ああ、面白い。最高。アホだアホ、うん、その場合企画を守るために何もなかったって言ってた。すげえ偉いよって流れ。お前ら悪いやつだな。お前ら悪いやつだな。今そんな流れなの？あ、なんか我慢して偉いねみたいな、企画を守ったみたいな。もう最高にかっこいいな本当に。もういつもかっこよすぎて、もうかっこよすぎるでしょ。もうどんな流れだよ本当に。ああ。超ウケる。おはよう、ニャコ。あー、アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。おばさんに殴られたミュウツー大丈夫。つって。もう完全におちょくられてる。おちょくられてるじゃん、これ完全に。おばさんに殴られたミュウツー大丈夫。あー、面白い。三脚代と弁護士代。弁護士代高いから訴えはしないって真顔で言ってた。あっ計算はできるんだね。計算はできるんだね。うん、さあ、一週間この閲覧続くかな？見物だね。どうするこれ大ブレイクしたら。ミュウツーの時代来たら俺笑うんだけど、本当に。フットサル見てたら、目が痛くなったので被害届出したら受理され、え？受理されました。あ、そうなんだ。アイテムありがとう。やっと理解したらしい。やっと配信を理解できたらしい。昨日のお通夜みたいな顔も面白かったけど、うん、昨日のアメリカ人のカウントは超面白かったからね。1回2回3回4555回。2人でカウントしてるのバカすぎるだろうと思って。あれアメリカ人ずるいよな、アメリカ人の演出がな、うん、88発だ、見えてるだけで88発だからね。いやー最高だね本当に。まさかミュウツーと俺が笑顔になる日が来るとは思わなかったよね。二人の枠が空いて両方ともガチの笑顔なんだよ。
ウィンウィンでしょこれ。バカだね本当に。多分ね、俺の予想なんだけどね、俺の粘着これで終わるよ。うん、まあ、多分っていうかもうのんちゃんは話題に出さないと思うよ。のんちゃんは話題に出さないでしょ。百裂拳って言ってた。まあ、正確に言うと蹴りの方が多いけど。蹴りの方が全然多い。っていうか、ひどんなやべえな。ひどんな始まんなくね？大丈夫？ハゲだるま先輩はどっちです。一発、これバン食らったのかな。ひどんなどうなった、なんか放送開かないよね。普通だったら枠取り直すじゃん。食らったこれ、食らっちまった。ハゲタルマ先輩どうも。ちょっとひどんなかわいそうだな。まあお風呂配信厳しいかんな、まあ、だからねそこはデリケートだよな、うん、終わり方バンっぽい感じだった、いや、うん、厳しいっすよ、うん、結構際どいショットだったから、あこれまずいぞと思って、俺はほら音声聞けないから端末に触った感じしなかった。バンだな、バンだな。ていうかヒドンナって俺と同い年なんだ、知らなかったわ。端末に触った感じしなかったらバンでしょ。まあでもそういうのをコツコツ覚えていって、そのね、リスワンとかも覚えていかないとダメな部分あるもんな、うん、一発漫画な。でもツイッターに告知とかしないのかな、そういうのって。イケメンじゃないですよ、ハゲですよ、ハゲ、ハゲです。ハゲ散らかし、妖怪ハゲ散らかし、赤目寄り目手長猿です。初見さんいらっしゃい。リスワンのところも消えるっつうか、今のまままくれないでしょ。俺よりも下の数字だから。ってことは俺どれさんと戦うの、うん、バックグラウンドアクティブにしてなかったらギリ切れたかもしれない感じだった。あー、なるほど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 。でもなんかちょっと嫌な感じだよね。遺恨が残りそうだよね。24時間配信ってタイトルだったから、多分今日撮る日なんだよ、彼は狙ってる日なんだよ完全に。リスワンのところも消えるかどうかはちょっと分かんないけど、なんか連絡がないね。連絡はしないだろうけど、っていうか俺のところにコメント書くと思うんだよ。俺からコメント来たっていうのは絶対意識してるはずだから、あのリスワンリスワンって言ってるわけだでしょ。っていうかタイムシフトが非公開になってるか確認しようか。後悔にしなって言ったのになってなかったら怪しいよね。あ、なってるわ。これ切ってるんじゃない？非
非公開にしてるよ。え、晩の放送ってどうなるんだっけ。非公開になってるね。晩の放送は非公開どうだったっけな。間に合ったんじゃないかな、多分。多分間に合ったんだと思うよ。多分間に合ったと思う。非公開になってるから。でも、その、バンになった時勝手に非公開になるかどうかとかは分かんないから、俺は。まあ、バンの放送は非公開にするか。ちょっと分かんないわ、状況が。状況が把握できてない。ありますわ。被害届の話出たら顔が引きずり始めた。ちょっと確認します。あんまいじめんなよ。もう笑顔じゃなくなってるじゃねえかよ。あんまいじめんなよ。もうさっきまでニッコニコだったのにもう引きずってんじゃねえかよ。コメントがピンク色に染まった。これまたタヌキに叩かれるわ俺。あー、いいんじゃん。気にしてたらコメントなんか打てねえよそんな。和道さんにはめられたって始まった。はめられたっつってる、尊厳訴訟。尊厳損傷。何尊厳損傷って。なんか新しい法律作んのやめてほしいんだけど。何尊厳損傷って。何を言ってんの彼は。被害妄想にも程があるだろ本当に。和道の計画とか言われてる。陰謀論始まったの。ほんでさ、だんだん、もう手の内がバレてきちゃってんじゃん。なんつうの、その、立場が弱くなったら俺の陰謀にするの。悪い癖出てきたな。その場を空気を読んでフットサル企画を潰さないようにしてこらえたミュウツー偉い。ね、僕から今日昨日の一言ミュウツーにメッセージいいっすか。僕あんまこういうことしないんですけど、彼に送りたい言葉を一個だけ言っていいっすか。一個だけ言いたいことあるんですけどいいっすか。リスナーさん聞いてもらってもいいっすか。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 正直ね、とどめを刺すようなね、言葉になってしまうかもしれないんですけど、僕から一言、ありがとうございます。じゃあ一言言いますよ。
殴らなかったのと殴り返せなかったのは違うからね。やり返さなかったのか、やり返せなかったのか。果たしてミュウツーは、やり返さなかったのでしょうか、やり返せなかったのでしょうか。やり返せないのか、やり返さないのかは違うからね。いや、ここでしょ。なんか、湾曲して、やり返さなかったみたいになってるじゃん。やり返さなかったみたいな。俺はどっからどう見ても、やり返せなかったようにしか見えないですよ。そう思いません？そう、あの解釈でどうとでも歪められるけど、やり返せなかったのかやり返さなかったのか、そこは大きな隔たりがありますよ。似てるようで、被害届を出さなかったのか出せなかったのか、被害届は受理だったのか受理できなかったのか。示談金50万あ、俺に請求すんの？アホだな、あいつ。おめえに50万の価値ねえわ。佐野さんは昨日、ボンバー、横ボンバーのエロシャメさらしましたが、晩は何日ですか？もう、ちゃんまん多分そろそろ A 番クラブよ。ちゃんまんはね、多分ね、もしかしたらフワッチで A 番クラブ初の大手かもしれない。っていうのも、もうなんかふわっちでバンになるの怖くねえよみたいになってるじゃん、シャンマンの放送って。で、運営さんがそろそろとどめさすか刺さないかっていう会議をしてるぐらいだと思うの。だから今回 A 版になったらツイッターとかで A 版だわってネタにすると思うから、されてないってことは10日ぐらいじゃないのかな。うん、10日じゃない。あの累積版が多すぎる、ちょっと。うん、わかんないです。一番いいのは本人に確認することだと思うよ。シャンマンにツイッターで何日版ですかって飛ばした方がいいよ。うん。枠が遮断されてから何もツイートしてないから、私も A 版を心配してる。いや、A 版になったら多分ネタにすると思うんだよ、ちゃんまんの性格上。ふわっち A 版だわ、もうやらねえわみたいな。うん、そうなんだよね、ちゃんまん稼ぐから微妙なラインだよね。でも最近もうなんかバン全然 OK みたいになってるじゃん。だからちょっとね、運営のね対応変わってきてるんだよ最近。多分ね、ルールブック変わってるんで。うん。あの、報告いらないからね、マコヤ。俺、報告大丈夫だから。なんかあったら、のんちゃんが全部知ってるから。のんちゃんから聞くから大丈夫だよ。まあでも、さすが、どう変わったんですか？どう変わった？なんか雰囲気がちょっと変わったっていう話は配信者の、ふわっち配信者の間ではよく話すね。どう変わったっていうのも言いづらいんだけど。のんちゃん監修だから。うんこ漏らしたの？知らない。ていうかなんか最近なんか、うなちゃんマンが飛ばしてるよね。なんか、鶴の神さん煽ったりとかさ。鶴の神煽ってるよね、また。なんか最近絶好調なんだよね。やっぱね、季節の変わり目はね、なんか、みんな、季節の変わり目みんな良くないよね。季節の変わり目はなんかみんな、はしゃぎ出す。メンヘラどもが。やっぱね、あったかくなってきたりとか、食べ物が美味しくなる季節はね、危ないんだよ。春と秋はメンヘラ増えるから。気をつけないと。春と秋はね、メンヘラが活動的になる。そう状態になる。うん。アメリカ人は優しいからね。うん。だし、もともと友達でしょ？アメリカ人は。ずっとつるんでる仲な。家に何回も泊めてるし。
アメリカ人はだから配信のことを分かってる。昨日言ったんでしょ、こんなもんネタに笑い飛ばさないとダメだよって。うん。だけどもう多分マジモードになっちゃってるんでしょ、懲りてない。アメリカ人の優しさに気づけなかったらもうダメでしょ。アメリカ人の優しさに気づけなかったらダメ。あ、昨日の始まった、よかったよかった、バズじゃないわ、よかったよかった、うん、よかった、ひどんな始まったか、よかった、あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、大丈夫、俺いらない、窓をムースない方がいいよ。じゃあ髪伸びてね、セットの仕方が分かんないんだよ。うん。ない方が、あ、ひどんなさんコメントありがとうございます、どうもどうも。いや、カスすぎ、カスすぎて笑うって、俺はカスですよ、うん、俺はカスだよ、うん、眉毛にムースなんていらない、眉毛短くしてるもん俺、バリカンで行くときに眉毛短くしてんの、うん、おはようございます、ハンガーハンターさん、おはようございます、よろしくお願いします。サメちゃん死んだハト、いや結構カッコつけたつもりだったんだけど、すげえ不評だったよね、なんでお前濡れてんのって言われたから、俺の精一杯のおしゃれだったんだけど、ドルさんによく言われるんだよね、ワドお前中学生みたいだよねって、そう、服が真っ黒とか髪の毛が赤とかネックレスとかブレスレットとか革ジャンとか、お前が好きなのって全部中学2年生の男の子が好きなやつだろって言われて、ぐぬぬってなったよね、何も言い返せねえって、中二病かな俺、32歳なんだけどね、まだ中二で止まってんのかな俺の時間は、ちょっとやだよなそれな、iPhone 買ってないよ、うん、昔から使ってるやつも最近なんかね、なんかサイレント機能とかなんかスピーカーフォンとかできなくなって、もうバグりまくってきてるね、ここさカチッってやるとさサイレントになるじゃん、これがつかなかったりついたりとか、スピーカー通話ができなくなってる、もうダメこれ。いや、安室ちゃんの引退ね、俺、いやでもね、俺ね、安室奈美恵はすげえと思うよ、もうだってさ、いくつだ安室奈美恵って、俺安室奈美恵は
すげえ、もう、ここで引退で何の文句もない。アムロちゃんは。だってさ、いくつ今、アムロナミエって。引退理由とかも見てないけど、いくつだ？40歳だよ。あのさ、日本で一番可愛い40歳でしょ。歴史上でも含めて。全部含めて、そのもう、史上最高に可愛い40歳でよくない？今までの日本の歴史の中で。で、ここまでその美貌を維持したりするの大変だと思うよ。そのダンスだのなんだの。いやもうね、幸せになってもらいたい、アムロちゃんには。そのお母さんの件とかもいろいろあるじゃん。で、知ってる？松本人志とかの、あの、電話帳に誰も入ってなくて、その、アムロちゃんってもう小さい頃からもうずっとダンススクールやってて、芸能界でトップ走ってたじゃん。だからもう友達がいないんだって。そりゃそうだよね。スーパースターズさ、LINE 交換しようよ、アムロちゃんってできないじゃん。そりゃそうなるよな、みたいな。だから、その、事務所の人とか、その、なんつうの、そういう業界の人、仕事関係の LINE しかないんだって。LINE っていうか電話帳に。だから、もうそれくらいストイックにやってて、40歳までトップ走ってきた人じゃん。もう自由になってよっていう。いや、金の問題じゃないでしょ、ここは。いや、金は入るよ。だけど、その、アムロちゃんが、その、今までその、俺たちに、ね、与えてくれてたものって、金以上のものを与えてくれてないと思うよ、俺。うん、イーグル？あ、ゴローズの別にかっこいいと思わなくて、俺パタパタ、このギミックがかっこいいと思ったの。ゴローズのってペタッとしてるじゃん。違うの？羽が羽ばたくんだよ、これ。めちゃめちゃかっこいいんだよ。10代から40代は本当に自由はなかった。いや、ないでしょ。だって、アムロちゃんと飯食うって緊張してできないでしょ。だから恋愛とかも相当難しかったんだと思うよ。だって、アムロちゃんとさ、その、アムロちゃんに告白できる勇気持ってる？いや、だから、サムぐらいでしょ。サムのダンスぐらいですよ。こうやって。なんか、サムのダンスってかっこいいよね。なんであんなかっこいい動きなの？なんかすごいかっこよくない？サムの。わかる？サムがこうやって、その、ウォーキングみたいなのやってるだけですごいかっこいいんだけど。わかる？独特のさ、あれやるよね。リズム感だよね。俺サムの動き好きなんだよね。すげえ。サムになりてえわ。サムに。サムにはなれないか。サムのダンスをもってして初めて告白できるレベルだよね。代官山かけろうで見たことあるわ、アムロさん。なんかもう、芸能界一顔が小さいって言われてるらしいよね。芸能界で一番顔が小さい配信者。すごいよね。可愛かったけど、やっぱそうでしょ？勇気いるよね。だってさ、もうその女性シンガーのトップなわけじゃん。誰がどう考えても。だから大丈夫だよ。あの、アムロちゃんの分は俺浜崎あゆみが頑張ると思ってるの。絶対に。アムロちゃんが今後頑張らなきゃいけない一生分を、浜崎あゆみはタフだから、もう、浜崎あゆみ全部やってくれると思ってる。俺はそう、なんつうの？そう、浜崎あゆみのそういうところ好きなの。倖田來未にはできないんだよ、それは。やっぱね、昭和の人じゃないとできないの。うん。それは無理って違うよ。そう、メンタル的な部分だよ。安室ちゃん大丈夫よ、みたいな。私いっから、みたいな。なんかそういうなんかタフさっていうか。そう、実力の問題じゃなくて、心意気の問題で。
俺はだから浜崎あゆみに、だってもう2チャンネルのスレッド見ると浜崎あゆみのネタ面白くてしょうがないんだもん。倖田來未どうなんだろうね。倖田來未ね、一時期人気すごかったよね。それこそ。お金が入るのは作詞作曲著作権者とジャスラックだよね。ああ、まあ、印税は低いね。正直。まあ、それでも、まあ、もらえるけど、作曲をしてる人と作詞をしてる人と歌ってる人って割るんですよ。これ、全員同じぐらいの権利の。だから作曲者すごい儲かるじゃん。作詞家も。だから、それは、残った印税を割るからの。で、バンドだとさらにそれをメンバーで平等に割る人と、なんつうんだろう。だからね、こういうことなんですよ。例えば、売り上げの、著作権料ってあるじゃん。で、バンドマンで作詞もできて作曲もできて歌ってるっていうボーカルいるじゃん。で、この場合っていうのは、三分割した二つの権利がまずもらえるの。作詞作曲。で、今度歌ってるとか演奏してるっていうバンドメンバーでこれを割るわけよ。だから仲間あれすんのよ、くバンドマンって。作詞作曲してるやつだけなんかすげえ儲かってるじゃん。だから X ジャパンで言うと YOSHIKI か。なんかもう明らかにさ、周りのメンバーより稼いでるの分かるじゃん。それは、演奏と、演奏、歌とか楽器とかの演奏パート、作詞パート、作曲パート。まあ、権利によってバンドによってそこ平等にやりますとかいうのもあるんだけど。あと、編曲とかもあるでしょ。編曲っていうのは、まあ、アレンジャーってことになってるけど、あれはさ、裏でゴーストライティングしてる人なのね。業界的に言うと。そう、レーベルが絡むしね。だから、まあ、でもね、インディーズで太陽族っていうメロコアバンド知ってる人いる？太陽族って聞いたことある人。知ってる人、いないかな？インディーズバンドでメロコアブームだった頃に太陽族ってバンド聞いたことあります？太陽族知ってる人いないかな、いないかな、いない、知らないよね。メロコアブームはわかる。シャカラビッツとかさ、イナゴライダーとかさ、ああいうのがめちゃめちゃ流行った時期あるじゃん。で、太陽族ってちょっと流行ったので、その人はギターリストで太陽族を抜けたけど権利を持ってたんだけど、それでも毎月9万円入ってくるって言ってた、カラオケ。カラオケがでかいって言ってたね。正直ね、 CD とかよりもカラオケだって言ってた。蛍の恋の歌はちょっとわかんないけど、その太陽族のギターさんが俺のライブハウス出てくれたことがあったので、印税について教えてくれたの。僕で9万ぐらいっすねって。で、そんなに売れてないっすって。なんか5万枚とかしか売れてないとか言ってたんだけど、だから CD の売り上げじゃないっすよって。毎月のカラオケっすって言ってた。カラオケでヒット出した。だからスピッツとかもうやばいってよ。もうやばいって。うん。で、さらにさ、トラブルなんてさ、なんだっけ、初めて印税が入った時ってさ、自主レーベルだったでしょ。トラブリューの印税っていくらだったっけ？ 20 億とかだよね、確か。初めてもらった時。しかも2年後に来るんだよ、印税って。ちょっと待ってね。ロードの印税。なんかね、すごかったらしいよ。銀行に行って金を下ろそうってやったら ATM が止まったの。で、支店長がすぐ来て、来るんだったら連絡くださいっつって。今裏でっつって。何億だったっけな？ちょっと待ってね。それは、レーベルを自主レーベルだから、さらに印税料も入ったから、作詞、作曲、歌、で、レーベルの取り分も全部もらったんだよね。印税調べるね。ロード。22億だって。やっぱ。やばいよね。220万枚で、ダブルミリオンか。ダブルミリオンで、22億。だから、どれくらいかっていうと、22億だから、1枚あたりの印税率どれくらいなの？ 10% ぐらいってことになるの？これ。CD の単価が分かんないかんね、うん。歌の印税は2年後とかでしょ。2年後からジャリンジャリン入ってくるんでしょ。うん、いや、だから印税ビジネスはでかいよ。うん、でかい。
不労所得は一回ね、掴んだことある人はわかるけど、人生変わるよ。本当に。少ない額だとしても。5万円でも10万円でもだいぶ変わる。とんでもなくなる。本当に。2000年代前半くらい、いいよな。でもまあもう、まあ YouTuber とかもそういうもんだもんな。ちょっと印税とは違うけど、でも DVD とかもね、売り上げがいいって言うじゃん。やっぱいい DVD はすごいって言うじゃん。だから YouTube の動画販売が普通になんねえかなっていうのは俺は思ってるよ。YouTube の動画販売でさ、一生ジャリンジャリン入るメガヒット動画作りたいもん。ノコも稼い、それがね、ノコ同い年なんだよ。で、俺成田なんだけど、地元一緒なんだよ。千葉県の、その、東京学館っていうとこ卒業で。で、俺ノコのこと知らなかったの、正直。でも、なんかすごい売れてる、なんかやばいやつがいるみたいなの聞いたことあったんだけど、それで後から知った。東京学館なんだって。あ、タメさんとか思って。稼いでんじゃないのやっぱり。ノコの場合ほら、もう熱狂的なファンがいるじゃん。だからその稼いでるっつってもまあ50万とか100万とかだと思うけど、食いっぱぐれはないと思うよ。あのクラスの配信者、新生かまってちゃんクラスで食いっぱぐれはないと思う。黒夢の商標権も東京国税局が差し押さえてオークションにかけたらしい。あ、そうなんだ。バンド名の商標権を取られるってすごいな。黒夢。あのね、俺ね、実はね、その権利の問題をすごく勉強してて、あの、裁判になって漫画とかの映像を俺らの、そう、俺らその稼ぎでやってるわけじゃん。ビジネスで配信やってるわけだけど、実は引用はしていいの。ただそう、引用、どこからが引用でどこからが違法アップロードになるのかっていうのがすごい難しいのね。で、裁判になってる事例と、その著作権に関する権利なんとか賞みたいなのがあって、そこのホームページ一回見たことあるんだけど、なんだったっけな、例えば映像があるじゃん、このそのフレームの中があるじゃん、これの中でどれくらいのまず大きさを使ってるかな。例えば俺が自分の所有物でもあるから、こういう風に漫画出してもこれは著作権違反にならないんですよ、確実に。で、今度これを見開きでやったとして3秒映したとするんだ。ここの何ページのこのコマっていうのを3秒映した。そしたら、何秒間それについて語らないといけないっていうね、明確な基準あるんだよ、実は。で、そっからそれをはみ出すと著作権違反になるの。また、あ、また来ますね。あ、また来てください。だから、それを、その、動画でやってほしいよね。例えばそのね、国のテレビとかの映像を使ってそれについてコメントするみたいな文化が多分出てくるの、これから。 YouTuber 向けに。例えばゲーム業界はそれをいち早くやってるわけじゃん。要はプロモーションでこれはやっていいですよ、うちの会社はダメですよっていう 2種類あるの。もうバンバンやってください映像って。権利関係ないですよって。いや、うちは権利ガチガチなんでって。だからそのクラシックゲームは一応その版権がもうぐちゃぐちゃになってるから訴えないっていう方向、暗黙のなんかルールになってんのよ。ただ最新作はやっぱバンになることがある会社とない会社があるのね。そこをね、法律かなんかどっかそのジャスラック的な会社を立ち上げてほしい、誰かに。もうそのなんつうんだろう、その権利に関してルールブックみたいなのを作ってもらいたいよね、正直。そろそろ厳しいよ俺らも。マドさんはやっぱりしょうがないわよ、維持生活。うん、まあ俺はギタリストだからね、今ボーカリストでもあるし。
すべて垂れ流しになっても評価。俺ね、YouTube がね、多分一番正しいと思うんだよ。例えばね、じゃあ CD は買ってほしいと。商品だよ。それはもう間違いないの。マネタイズの最終的な落としどころだから、CD は買ってほしいと。ただ、曲をラジオでお前ら流してただろうって思わない。思わない。ただで。だから、音質の悪い劣化版みたいなものっていうのは、その、YouTube とかで流して、要はモザイクみたいにするとか、PV を。PV にもモザイクかけんの。なんか荒いなーみたいな。これ画質悪いなーみたいな。で、それを、その、ダウンロード版、要は200円で1曲買ったらもう超かっこいい PV 見れるとか、そういう風にするとか、なんかね、もう無料と有料の、どうやってやってきゃいいんだろうみたいな。で、YouTube でも広告料も入るじゃん。で、ぶっちゃけな話さ、もうさ、音楽が聴き放題なわけですよ。YouTube で。ダウンロードする必要あんのかっていう。まあ、難しいよね、やっぱり。じゃ CD 買うかって言ったらいらねえじゃん。ジャンプネタバレサイトを運営して広告収入を得てた人たちが逮捕されてた。3億円以上儲けてた。すげえ。広告収入で3億って化け物だよ。はい、ハロー。ノーイングリッシュ。I speak in Japanese only. Please give me fireworks. どうなんだろうね。だから音楽とか。音楽で稼ぐっていうのは正直難しいんじゃねえのかな。もうそのネットで有料で販売する文化ってもう最近始まった文化じゃん。ぶっちゃけな話。うん。Give me rocket. 返してきたね。Give me rocket. Give me rocket.難しいよな。だから無料で得するっていうのをさ、なんか損すると思ってるけど、実は昔もやってたわけじゃん。正直ラジオとかさ。で、これただの利権争いだと思ってんのね、俺は。利権がアップル、要はそのスティーブ・ジョブズにさ、音楽利権をぶっ壊されたわけじゃん。で、アップルが儲かるようになった。アップルとその著作権者は実は儲かってんだよね。ただ、なんで儲かってない、儲かってないって騒いでるのかっていうと、実を言うと、業者が中、インターネットって何を壊したかっていうと、中抜きの業者をぶっ壊してんだよ。これ気づいた人いる？要は、アーティストとか作品を作る人からすると、印税率は上がってるはずの売り上げは。本当に価値のあるものを作れる人は。だからね、中抜きをしたりとか、そのアーティストを売るための広告宣伝費がいらなくなった時代なのよ。だからごまかせなくなってきたのよ。本物はユーザーとそのアーティストが直でつながる時代なのよ。だから実力のある人とか、そのコンテンツを持ってる人からすると実は有利な時代なんだよ。もうレーベルいらねえやってなってんだもん。本当にかっこいい曲書いてさ、YouTube にバンバンアップロードしてさ、ガンガン広告入ってくるじゃん。うん。ライズアップも元従業員がノウハウだけ持って独立してうまくいってる人。へぇー。だってあれってさ、簡単に言うと、炭水、低糖質ダイエットプラス運動だからね、ただの。うん。まあ、アイデア無理だろうね。あれは絶対痩せるよ。っていうか、あれ、なんか新しいって言ってるか、結果が出るっていうかさ、なんつうんだろう、強制的にやるじゃん。いや、3ヶ月金払って短期間でガッて絞り込むだけだから。3ヶ月は結果出ますよ。だからちょっと無理してるんだよ。あれね、ライズアップね、体に悪いと思うよ。俺、正直言うと。あれね、ボクサーの減量並みの運動させて、食事制限もガンガンにかけるでしょ？あれ体に悪いよ、正直。痩せることに関して結果は絶対出るけど、痩せる、正直。あれは正しい痩せ方。体にいいとは思えない。絶対体に負荷かかってる。
あれ良くないよ。痩せるよ、間違いなく痩せるよ。ただダメよ、体は壊れるよ。あれは CM、 ああまあ CM、 いや広告代理店めちゃめちゃうまいよね。広告代理店うまい。俺だから3ヶ月で今75キロでしょ？ 10キロ痩せるの絶対できるよ。俺めちゃめちゃダイエット得意だよね。何回もやってるから知ってる人知ってるけど、3ヶ月で10キロ痩せるなんて俺余裕でできるから、ライズアップなくても。いや、わざわざ開発しようじゃないよ。俺、だって3週間で、うん？ 3 週間じゃないか。1ヶ月半ぐらい、40日くらいだっけ？40日くらいで18キロ落としたよ。俺の一番痩せてる時の画像見る？配信やってる時の。そのダイエット企画やってた時、痩せてた時のやつ見る？見ます？めちゃめちゃ痩せてびっくりするよ。映像見てみる？顔全然違うもんな。これまだそうでもないよ。これキャスの動画だけど全然違くない？いや今が一番太ってるわ。今が一番太ってるから別にいらねえわ説明。はい解放お疲れ。違くない？牛島くん？そうか、めちゃめちゃこの時痩せてるでしょ。この辺痩せてない？ちょっと伝わりづらいかな。どれかいいサムネあるかな。これとか。顎周り全然ちげえじゃん。これ多分めちゃめちゃ痩せてる時だね。簡単に痩せれますよ僕。ロハコさんしか見てない。どうこれ。全然顎周り違うでしょ。シリアルキラー誰がサイコパスだよ。痩せてるでしょ。だからこれくらい痩せろって言われても簡単に痩せられるよ俺正直。3ヶ月でこれくらいまで落とせって言われたら全然できるよ。だからあんまり太ってても気にならない。何年前じゃないよこれ。2016年8月だからこれちょうど1年前だわ。ちょうど1年前、2016年8月の6日1年前の俺です。ツイキャスです。こんな感じ。1年で太ったんだよ。太ったり痩せたり簡単にできるもん。ほっぺたが違うよね。変わる変わる。もともと小顔なんだよ顔は。胸毛はすごいね。あと何が違うか、圧倒的に違うものがある。圧倒的に違うものがある。いくよ。金がない。金がないから部屋がすっきりしてる。なんかシャツもシルキードライ。ユニクロのシルキードライしか着れない。悲しいよな。物がない。カズおはよう。この時はヒゲはなかったね。こう働いてる時じゃなかった？違う。これ働き始める就活みたいなのをしてた時でしょ。ヒゲなかったんだよ。
だから働かないとっつって、もう食えねえわっつって、うん、唯一面影があるのは寄り目だね普遍的に変わらないものは寄り目、うん、全然違うでしょ顔、全然違うよね。いやこの時は痩せてたよ。おはよう。腹？腹ブヨブヨだよ今、うん、セミナーやってた頃の写真見る？若い頃あるかな？ちょっと待って、ちょっと待ってね、あるかな？金持つと人は変わるん。いや昨日ドルさんに言われたもんね。お前何が家賃払えねえだこの野郎と。お前モンブラン食いすぎだよって。お前無理があるわっつって。お前その腹とその顔でお前ぬくぬく育った坊ちゃんみたいになってて、お前よく家賃が払えませんとか、お前嘘つきだよって言われたもん。ドルさんにめちゃめちゃ怒られたわ。確かにそうだよな。それは説得力ねえわな。金がこう金によって生まれるこの余裕感、生活できますか、正直生活困ってません感はすごいよね。どうやったら花火投げてくれんだろうな。もうたまったもんじゃねえよ。2時間喋って花火ゼロだぜ。廃業だよ廃業、うん、知らねえわもう。いやモンブラン食いま、毎日モンブラン食ってっかんね俺。変わった？コンドームとかのゲー、コンドームもどうも、コンドームはそんなにやってないでしょ、うん、頻繁にやってないよ。出し惜しみしてる芸風だからあれは、俺の必殺技だから、うん、あーこの写真かな。多分リスナーさんが言ったのこの写真だと思うんだけど、よいしょ。多分これのことでしょ。多分ねリスナーさんが言ってた痩せてたっていうのはこの写真だね。これでしょ、うん、モンブラン大好きだね。モンブラン大好きですね。多分ねリスナーさんが言ってるのはこの写真のことですね。あのネットワークビジネスやってた頃ね。あこれでしょ、うん、いや誰よじゃない、俺だよ。27か27かな。ごめんね、この写真で横に国会議員入れてたらいろいろ使えるね。いや別に国会議員、いや国会議員どころじゃないよ。芸能人いっぱいいたんだから、このここの会場に。あーアイテムありがとう、ありがとうね解放、うん、山氏って何、うさんくさい。なんかさあの金持ってる人うさんくさいっていうの好きだよね、インターネットの人ってね。金持ち見つけたら絶対うさんくさいって言うもんね、もう決まり文句のように。金持ちが周りにいないだけでしょ、うん、と思うんだけど俺は。何がうさんくさい、六本木にいたわけじゃなくて六本木ヒルズの最上階で表彰された。語弊がある。六本木ヒルズっていうのはそのマンションに住んでる人だから、六本木ヒルズの。俺はヒルズに住んだことないからヒルズ族でもなんでもない。
ただヒルズクラブに入れた人間は多分数知れてると思うよ。本当にもう上流階級の人間しか入れねえようなところだから、多分ヒルズクラブの存在知らないでしょ普通の人。ヒルズクラブ知ってる？もしくは出入りしたことある人いる？この中に多分あんまいないと思うよ。ヒルズクラブにその出入りしたことある人、俺一回行ったことあるよとかいる？この中に。どう？まあいないよな、いないと思う。知らないでしょ、うん、聞いたこともない。六本木ヒルズってみんながイメージしてるビルあるじゃん。あそこのメインのタワーってビジネス棟なわけよ。要はオフィスビルなので、まあそこの最上階って何があるかっていうとヒルズクラブっていうのがあるの。でヒルズクラブっていうのは何なのかっていうとセミナー会場なの。要はそこで結婚式をやったりとか、そこで催し物、株式の上場記念パーティーとか、要はセレモニーみたいなところをやるんだけど、そのヒルズクラブって言って、その、会員さんじゃないと、そこで主催をすることができないんですよ。うん。だからヒルズの展望台とは違うんだけど、ヒルズの最上階ね、ビジネス棟の。で、それヒルズクラブって言って、年会費360万かな。年会費360万。だからあそこで何かをやるっていうのは、そこの会場を借りるのまだ別途数百万かかるんだよ。もう年会費330万を払える超金持ちしかあそこで何かをやらないの。だから特権階級のもうなんか上流貴族だけそこに出入りするみたいなクラブがヒルズクラブ。簡単に言うと、要は簡単に言うとヒルズクラブ知ってるイコール、そのなんつうの、六本木ヒルズの最上階のあのフロアの中に出入りしたことがあるかどうかってこと。なんか金持ちのステータスの話だよね。で、さっきの写真はその時の写真なの。そう。なんでミスターが参加できたんだ。うん。いや別に俺で稼げるんなら稼げばいいじゃん。俺で花火飛ぶんなら稼げばいいじゃん。俺の名前使って花火稼ぐの、それは俺の実力じゃなくてあいつの実力だと思うよ、うん、それはそうでしょ。リスナーさんバカじゃないんだから、面白いやつに花火投げるでしょ。日給2万あればギリギリ払えるじゃん。日給2万でギリギリ払えるけど、飯も食わねえ、家もいらねえ、電気光熱費も携帯電話も全部いらないって話じゃない。どうなんだろう。年会費360万はえぐいぜ。釈迦がスパイダーマンみたいになってる。お風呂入りたいの？そんなにスー嫌いなの？スー怖くないよ釈迦。スーを避けるんだよね。水飲みたいんだ。飲みな釈迦。うん。窓を寂しだから嫌いって言った。命がけの見合い、ああね、もうね、さすがにね、そこまで行くと命がけじゃない。例えば、どういう人かっていうと、孫さんのツイッターあるな。孫さんのツイッターの凄さはわかる？ビジネスマンで、日本でナンバーワンなのはわかるじゃん。孫さんのツイッターってどれくらいフォローあんだろう。孫正義さんのツイッター見てみましょうか。で、孫正義が1、10、100、1000万、10万、100万、250万人なんだよ。ビジネス経営者の中でダントツに多くて。で、フォロワーの数が確か100人未満なのね。孫さんがフォローしてる人。で、その中の一人の人に、ビジネスを教わってたの、俺。そう、一緒にビジネスさせてもらってたのね。その孫さんが注目してる若手経営者っていうの。孫さんがチェックしてる80人の一人ね。だすごいよ。結構もう上流階級だよ。わけわかんねえと思った。
有明て、その世界に戻れないのか。俺はだからそっから足を洗ったのは、だから刑務所の中でもう無理だってなったの、俺は。うん、刑務所の中にいた時に俺はもうダメだってなったの。うん、もう俺はその才能ねえと。もう傷ついてんだから無理よ。だからもう個人でやっていくことで、やりたいことやろうと思って選んだのがこの世界だと。その世界に戻りたいか戻りたくないかじゃなくて、なんつうんだろう、終わったなっていう。だってさ、中卒でさ、その俺中卒だよ。まあその時前科なかったけど、まあ障害者手帳持ってなかったけど、病気なのかどうかも分かんなかったから、まあ変人だよね。中卒でさ、何の資格も免許もなくてさ、社会人経験もほとんどないのに、自分の講演会に上場企業の社長が来るんだよ。調子乗るでしょ。自分が主催してる会場に上場企業の社長がいるんだよ。ゲストで俺の会に来ていただけるんだよ。ありえん、どれくらいありえないことかわかるでしょこれ。すげえと思ったよ。25とか6とか7とか。だからもう天狗だったもん、完全に。もう本当に天狗だった。仕事できないやつアホだろうと思ったもん。稼げないやつアホだろうと思ったもん。そういうもんつうか、俺がもともと自由になりたくて、その時の頭の中の選択肢が会社だったの。やっぱホリエモンみたいなイメージだったの。うん、頭良くはないでしょ、うん、そう、うん、それは勘違いするわな。だってこね、六本木ヒルズの話もそうだしさ、ヒルズクラブの話もそうだし、じゃあ上場企業の社長とフェイストゥーフェイスで何かを語ったことって誰かある？20代で、20代で経営について話をしたことあります？この距離でいる？俺の周りには少なくともいなかったよ。うん、だから与沢翼、与沢翼って言ってるけど、あのなんだっけ、税金の話って俺2年前に予告してんの。与沢翼やられるよってニコ生の時で、覚えてたリスナーさんがなんでわかったのって。和道さ、与沢翼が逮捕されるとかなんだかんだとかさ、国外に逃げるとか全部予言してたよね、2年前にって。だって俺週刊誌の記者の人その場で見てたんだよ。要はリーク元の人が知り合いだったの。だからすっごい狭い世界なのよ。そのまだその配信やりながらビジネスの大先輩とかお世話になってたから、目の前でペラってんの。記者さんがこうライティングしながら何の話してんだろうって言ったら、あの税金払ってないっすねとか、え、これ大丈夫っすか書いてとか、あ、大丈夫っすよっつって、うん、一回痛い目見たい方がいいっすねって。だからビタビタに予言してて、でそのビットコインもその正直ダメだよって言ったのが、じゃあ俺ビットコイン知らないと思ってるでしょ、クソカスカオス。俺ビットコイン知らない感じじゃん。俺4年前にリップルの、日本のリップルってわかる？カオス、カオス、リップルってわかる？リップルって今いくらの？リップルって今いくらっすか皆さん。リップルのあのなんて言うんだっけ、換金所じゃなくて取引所だっけ、なんて言うんだっけ、あれ、あれの日本の大元の人が知り合いの知り合いで、ビットコインの暴露ネタをやる人いませんって言われてたの。で、和道さんやりますって、リップルで荒稼ぎしませんっていう話をいただいて、すごい先輩だったの。リップル知らない？あ、ビットコインのその超有名なところなんだけど、日本で仕掛けてる人がいて、リップルいくらなんだろう今、誰かリップルいくらか知ってる？今の値段、リップルの値段誰か詳しい人います？リップル
わかんねえか。だから興味ないのよ。だから石野ももっと深い話をしてんのよ。その放送ではあんまり話せないような話とかをしてて、俺ね、和道さん金じゃないんだっていうのが分かってきたって言ってた。要は金稼げるの、要は不可思議だと思われてること本当なんだよ、いろんなことが。だけど好奇心なんすねって。結局ワクワクしたりとか、その変な人が好きとか好奇心だけなんすねって。でお金が欲しいんじゃなくて、お金を手に入れて結果を欲しいだけなんですねって。お金自体いらないでしょって最近言われる。リップル今20円か。リップルが1円の頃に、1円で1円以下だ、 0. 点何銭で買えますよっていう時代だった、5年前は。うん、カズさんいらっしゃい。いや、ビットコインはダメだよ。だって俺その人に言われたんだもん。ビットコイン詐欺だよって。ビットコインの大元の人に、ね、超でっかいところの人に、あ、ビットコイン詐欺だよ。ダメだよって。うん。だからこれ単発物だからって。ここ10年で流行るよって。ただ、売り抜けするから、つって。荒稼ぎするからって。で、今更もうニュースに、テレビニュースになるぐらい、なんつうの、テレビに取り上げられるぐらい有名になって、やっとビットコインビットコインって騒ぎ始めたな。だから末端層に情報がいってる時ってもう終わってるのよ。うん、要は普通の人が普通にビットコインっていうネームを知ってる時点でもう市場の開拓が終わってるものなのね。営業マンが参入とかビジネスマンが参入するタイミングじゃないのよ。もうかもられる最後の最後のタイミングだからもうダメよ。うん、あ、 19.8 ぐらいか。1円以下で買えるって言われてたよ。うん、今はもっといい仮想通貨。俺ね、ちょっと興味湧いたのが、ちょっと興味湧いたやつだよ。あのね、みずほ銀行と、なんだっけ、ゆうちょが提携してやってるやつ。みずほ銀行とゆうちょがやった仮想通貨みたいのは買おうかなって思った。あ、だからね、ビットコインの仕組みはいいの、正直言うと。俺はビットコインはそのツールとして使う、要はすぐ送金に使うんだったらありなんだよ。本来その使い方じゃん。投機としては無理よ。だってあのさここ何百年何千年の歴史見てみてよ。あの通貨発行権っていうのよ、これ。要はお金を握ることなのね。通貨発行権で成功したのってある？ないよね。本当にそのドルとか円とかを脅かすような存在って、権力者側からしたら本物の権力者よ。ビジネスマンとか以上の上のクラスよ。もうそれこそ陰謀論でロスチャイルドとかの話になってくるのよ。許すわけねえじゃん。うん、いや、与沢翼はうまくいくの。与沢翼はうまくいくの。それなんでかわかる？前迫さん。ていうかね、与沢翼になったら何やってもうまくいくの。理由が分かったら、一言で理由言えたら、前坂さんは天才よ。うん。みずほも始めるね。まあだけど、みずほのやつは、その、JA じゃなくて、なんだっけ、あの、銀行。日本郵便の民営化したやつと提携してるから、ちょっと面白そうとは思った。太ってからじゃないわ、与沢翼。与沢翼が成功するのは簡単。信者がいるから、固定のファンがいるから、食いっぱぐれないの。わ、うん、かる。資本主義の大原則って安いものを高く売るんだよ。で、言い方を変えると、これ極端な言い方だよ。情報商材で稼ぐじゃないの。だから情報商材って、まずそもそもが俺まず論破できるんだけど、情報商材って要は本なんですよ。一冊の本なの、情報だから。ただの本なのね。で、ここに情報商材っていうのは、ここに書いてある内容が儲かりますよって話なの。ここまで OK だよね。本当に儲かるんだったら本人がやってるので、儲からなくなってきたから売るの。これわかる？だからもう情報商材に仕掛けられてる時点で、それでも買ってたバカがいたの、昔は。ね、これ儲かりますよって3万円で売るのよ。30万儲かる話を3万円で売りますよって。で、30万以上に儲かってた時代は自分でやってたの。
で、これを売るようになったの。で、荒稼ぎしてた。で、与沢翼っていうのは、なんで最後の情報商材屋って言われたかっていうと、顔出したの。いや、信憑性上がるじゃん。今までの情報商材って顔出ししなかったのよ。本人顔絶対 NG の。なんでかって言ったら詐欺だから。でしょ？だって本当に儲かるんだったら人に言わないもん。だから売ってるってことは本屋さんの作家なのよ。でしょ？だけど、与沢翼がなんで情報商材の終わりとともにカリスマになったかって言ったら顔出して僕信用してくださいってやったからだよ。僕後ろめたいことないですって堂々と成功法で言ったの。だから強気に言ったのよ。それはすごい、みんな誰もやらなかったことじゃん。だってみんな海外逃げてたもん。だから第4世代って言われてんだよ。情報商材の中でも。だから与沢翼イコール情報商材っていうのがもう情報商材を知らなかったの。知らない時代なのよ。インターネットの出始めがめちゃめちゃ儲かった。ネット黎明期が。情報商材エグかったんだよ。信者作れる教祖はすごいね。あのね、世の中ってヒエラルキーなんだよね。ピラミッドなんだよ、資本主義って。資本主義ってピラミッドなの。で、上に立つやつはやっぱ少ないんだよ。うん、諸星新一、誰それ？うん、わかんない。誰か知らん。だからそれこそあの YouTuber のヒカルなんか、昔ビジネスマンで有名だったんだよ。こいつ面白いって言われてたの。こいつなんかやりそうって。めちゃめちゃイケイケだっつって。俺聞いてたもん。YouTuber じゃなくて、ヒカルってあの金髪の、金髪起業家って最初マッキンキンだったんだよ。うん。上に行きたい。上に行きたいのは簡単で、そうね。教わったのがピラミッドがあるだろうって。で、あのね、ネットワークビジネスやってた頃にこれ教わった話なんだけど、ピラミッド嫌いな人手挙げてください。これ俺よく話してたの。これ ABC って言うと俺が商談に使ってた和法ね。ピラミッド嫌いな人手挙げてください。ピラミッド嫌いな人手挙げて。うん。ピラミッド嫌いっていう人手挙げてください。ピラミッドの意味はわかるよね。資本主義社会のメタファーとしてのね。メタファーとしてのピラミッド。ノーコメントだな。誰も参加しねえわ。じゃあいいや、この話。うん、大丈夫のんちゃん。おはよう。嫌いじゃないけど登れない。好きか嫌いかでいいよ。うん、シンプルで。うん。あ、そういうひねったコメントいいや。めんどくせえわ。やっぱ、常識がないわ。君たちに常識セオリーで勝負すると、セオリーじゃなくてひねろうひねろうとするから話が合わない。いいや。めんどくさい。めんどくさい。好きか嫌いかって聞いて、女の子の上半身のピラミッドなら好きってもう商談にならないわ。君たちにはビジネスの話しないわ。めんどくせえわ。好き？うん。ピラミッドなぜ好き？なぜ嫌い？でも、いや、でもいい。もう。でもいい。めんどくさい。欧州和法ができないから。コミュニケーションが取れないから、もう無理。だってさ、面倒向かってさ、だから飯食ってる時にさ、カオスピラミッドどう思う？好き？嫌い？って聞いた時に、ってひねっちゃうな。聞きたい。聞きたいって言ってもさ、欧州和法だから、その、好きか嫌いか答えらんないと俺どっちで話していいのか分かんねえんだもん。そうでしょ。好き嫌いって言ったらおっぱい好きって言われちゃうんだよ。もう頭悪すぎるだろ。デザインがかっこいいから。じゃあピラミッドっていうのはだから階層社会のことを言ってんの。要は負け組が多い社会、勝ち組が一握りの社会があるでしょ。これが好きか嫌いかって聞いてんのにピラミッドの形が好きって。お前エジプト行け。もう会話ができてねえんだよ。俺の今の話ってなんでエジプトに立ってるピラミッドが好きか嫌いかの話なんだよ。どう考えても頭悪すぎるだろ。もういい、もういい。もういい。うん。じゃあ好き。うん。
だからそれピラミッド、エジプトのピラミッドの話だろ、めんどくせえわお前ら。茶化すことしかできないかな。人の話を真面目に聞けない人に話すことはない。君たちに話すことはない、うん、一個もない。ダメだな、うん、全員ふざけてるって怖いことですよ。でも怖いね、本当に。俺は君たちが怖いよ。君たちを恐れてるよ、本当に。心の底から。うん、光今何してんの？知らない。うん、とりあえずビットコインの話は面白いな。でも、その、つるみの法則で、やっぱり、金持ちの人って金持ちとつるんでんのよ。で、すっごい狭い世界なの。その、だからね、一回ね、ぶっ飛んだ世界見るとね、もうね、頭おかしくなるよ。本当の金持ち見ると。本当にもう、もう全然違う。同じ日本に住んでない。住んでる世界が違う。だそれを体感してるか体感してないかだよね。その憶測で、ネットの情報で憶測で話すのか、それとも生で触れ合って話してるのかで全然違う、うん、俺も金持ちになりたいよ。だから金持ちってどれくらいの金持ちかなんだよ。あのね、これ、それね、先輩にも言われたことなんだけど、あのね、和道ねって。あの、これ真面目な話ね。和道ねって。世の中には金持ちになりたいって言ったら、全員手挙げるんだよって。金持ちになりたくねえバカなんかいねえよって。みんな金が欲しいんだよって。でもね、俺、いつも疑問に思うんだよって。10万円稼ぐ方法と、あ、違う、1万円稼ぐ方法と、10万円稼ぐ方法と、100万円稼ぐ方法と、1000万稼ぐ方法と、1億円稼ぐ方法って全部違うの。1万円稼ぐんだったら、日当でタウンワークでって選べばいいじゃん。日雇いでも稼げるんだよ。で、10万稼ぐとなると、アルバイトをしないといけないってなるよねって。で、20万稼ぐ、100万稼ぐってなると、アルバイトとか正社員じゃ無理になってくるでしょって。もちろん上場企業とか100万稼ぐ人いるけど、時間がかかるよねって。で、1000万稼ごうっていう人が、って、1億稼ごうっていう人がタウンワーク見るって。金持ちになりたいって、お前いくら欲しいのかも俺に提示しないで、ね、100万円稼ぎたいのか、俺が今稼いでる下だったら教えられるよって。例えば1万円稼ぎたいって言ったら、おい、日雇いに行けって言える。20万稼ぎたいですって言ったら働けって、普通にアルバイトか正社員になれって。でも100万円稼ぎたいって言ったら俺は100万円の稼ぎ方教えられるよって。お前の金持ちっていくらだよって。例えば俺らビジネスマンだから、次のあの会社の決算までに売上どれくらい上げたいですかって言った、いっぱい売上上げたいね、従業員の給料今月ボーナスいくらですかって言った、ちょっと少なめ、社長、在庫を仕入れないといけないんですけど、どれくらい発注したらいいですか？いい感じで頼むわって。こんな経営者いねえだろって。金持ちになりたいって言ってるバカ、なれないバカって、こういう話ばっかりなんだよって。俺すげえ納得した。うん、そうっすねって。初見さんいらっしゃい。あ、ありがとうございます。そう、どれくらいの金持ちっていうのはそういうこと？で、その、もし1億稼ぎたいって言われたら、俺じゃ許容範囲が上だ、できない。俺は経験がないけど、俺は先輩を紹介することできるよとか、それは俺も目指してるからとか、方法論が変わるわけじゃん。だけど、その、なんつうの、どれくらいのビジョンでどれくらいっていう具体性がないと、やっぱりその人生の設計図は立てらんないって言ってたよ。当たり前だけど。例えばさ、イチローにさ、今月どれくらいの打率がいいですかって聞いた時にさ、うん、いっぱいたくさん打ちたいですって言わないでしょ、うん、結構いい感じでいきたいと思いますとか言わないでしょ。打率何割でどうでこうでこうで、このシーズンこうでこうで、後半戦がこうでとか、いろいろ戦略立てるでしょ、うん、俺そういうことだと思うよ、うん、
慶応のつながりとかすごいよね。ああ、だから大学系のつながりって羨ましいよね。だからその優秀な大学ってさ、もう医者になるやつとかさ、何、なんかね、弁護士になるやつとか、もうそこでネットワーク組めるわけじゃん。仲間作って、それぞれの分野で。超羨ましいと思うよ。うん。金があった人生も良かったけど、ハテナマーク。ね、わら。全然もう、ハテナマークの使い方と、ねのわらもよくわかんないし、誰の話をしてんのかわかんないし、お金があった人生も良かったけど、ねえ。どういうことこれ。俺はそういう感じに伝わるよ、太郎さん。ねえ。お金があった人生も良かったけど、ねえ。帰れ。どっか行け。会話できねえわ、お前らと。もう日本語がめちゃくちゃ、もう、そうでしょ。ハテナマークの使い方と、ねの使い方と、何を言ってるのか全然わかんないよ、この情報量。どういう状況でそのコメント打ってんの？下手か。下手なのか。うん、人生終わった程度さ。誰の人生の話かもわかんないし。目標月50万、100万くらいあれば金持ちかな。じゃあ俺その中で言ったら本人さん金持ち定義に入るよ。うん。いや、前歯がない設定かどうかわかんないけど。その、なんかわかんねえわ。その、太郎さんがどんな人で、どんなニュアンスで、どんな感じで俺に何を言ってんのか全然わかんなかったから。そのまんま受け取ると俺は今のイメージなの。太郎さんのイメージ。うん、大学で金持ちの学生と起業するんだってホリエモン言ってた。おー、ほうほうほう。大学で金持ちの学生と起業をする。うん。おー、まあ、本人さんの定義で言うと金持ちなんだ。でも本人さんから花火もらってるんだぜ。いやでもね、これビジネスの本質だよ。これマジでビジネスの結構本質をついてて。あのね、あの、変な話なんだけど、どれだけ自分のために動いてくれる人がいるかだよって言われた。ビジネスって自分のためにどう動いてくれる人がどれだけの数いるかだって言われたよ。例えば、和道が電話帳を例えば1000件入ってたとしよう。いや、ごめんね、太郎さん。ちょっといじっちゃって。あの、ごめんね。これネタだからね。愛情を持ってるからね。信頼関係があるからいじったんだからね。本気にしないでよ。あの、電話帳に1000件ある人脈を持ってたと。で、お前が、例えば、A さんから、家買おうと思ってんだよねって、ぼやいたと。電話で。ワード相談があるわ。家買いたいんだよね。つって。いくらぐらいの家買うの ?3000 万って。あ、お前公務員だから買えんじゃねえのって。知り合いの不動産屋に相談してやろうかっつったら、え、マジで?って言うじゃん。不動産屋詳しい人いるからって。その辺の不動産屋とか騙されっからって。って言ったら、そいつ、いい、ありがとうって言うじゃん。ちょっと話聞いてみてって。で、1000件の中に絶対多分不動産屋1人2人いるんだよ。あ、もしもしいいっつって。俺の知り合いでさ、3000万で公務員で、35ぐらいなんだけど、うん、結婚してるっつって。で、3000万ぐらいで家建てたいって言ってんだけど、どんな感じなのっつって。どれくらい抜かれるのって。え、何々さんだったらいくらでできるの?ちょっと安くしてもらえる?って。あ、折り返すわ。つって。100万安く買えるって。相場自分で調べてみて、で、これくらいの物件だったらその人100万安くしてくれるって。で、俺に50万ちょうだい。50万やだ。あ、そう。じゃあ10万ちょうだい。これがビジネスなんだよ。わかる?あ、店やりたいの?じゃあ不動産屋紹介するわ。え、何?車欲しいの?あ、車屋3人いるわ。どんな車?外車?中古?新車?あ、トヨタのディーラーさんね。つって。あ、もしもし?つって。こういうことでしょ?ビジネスって。コンサルとは違うんだけど。要はね、これ何を伝えたいかっていうと、困ってる人と困ってる人の橋渡したらビジネスって成立すんのよ。だから、花火だけのことはないか。いや、アイテム、立派なアイテムさ、花火だけじゃなくて、本人さんありがとうございます。だから、困ってる人と困ってる人を結びつける力みたいな。
いやだって転売やっつっても全部転売でしょ。うん、金の雨が降るでしょ。だけど俺は実はこれリスナーさんに対して一回も仕掛けたことないからね。俺やろうと思ったら絶対できるよ。だって不動産屋の知り合い3人以上リスナーさんにいるしね。マリファナさばいてるやつもいるんだから。マリファナガンガンだから、マリファナを吸いたいって言ってる石野とね、マリファナマスターのカオスがいるんだから、もうここでビジネスが成立しちゃうんだけど、俺はこれやめたの。一切やらない。ビジネスは絶対しない。うん。肉体魔人さんいらっしゃい。肉弾魔人さんがいらっしゃい。だから、俺は、俺買おうかな、って。いや、でも、そういうことでしょ。要は、その、なんつうんだろうな。あと、一番大事なことは、情報がどっから降ってきた情報なのかなんだよ。これってビジネスでは命取りの。例えばね、ビジネスって下に行けば行くほど、要はさっきのからくりで言うと中抜きをバンバンされるわけじゃん。だから繋がってるコネクションが支店長クラスなのか末端のサラリーマン、権限が持ってる方変わるじゃん。で、どん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 中抜きなの。だからトヨタの本社のトヨタ社長さんの息子だったら俺多分車ただで手に入るよ。トヨタのすげえやつ。でしょ？どの世界もそうなのよ。どの人から情報を持ってるポジションにいるのかな。だからそのなんつうんだろう、情報の鮮度っていうんだけど、情報の鮮度が下の方に、正直言うとネットとかテレビとかコメント欄で騒いでることって末端の情報なんだよ。こう末端の末端なんだよ、ね。うん、そう、俺顔は広くないよ。顔は広くないけど、極端な話リスナーさんを頼ろうと思ったらさ、それこそじゃあなんつうんだろう、それこそ極端な話、俺の LINE ってリスナーさんだけしか知らないの。リスナーさんだけでこんなにいるんだよ。わかる？リスナーさんって配信者だけでこんなにいんの。まだ行くよ、まだ行くよ。ね？すごいでしょ？ちょっと見えなかったかもしれないけど、フリックの数で見て。こんだけいるのよ。こんなに下に行かないでしょ？これリスナーさんと配信者だけでだよ。で、これでも少ない方なのよ。これでも確実に少ないの。この中に億万長者絶対いるからね。少なくとも50人はいるわ。億万長者。50人言い過ぎたな。30人はいるわ。50人はいるわ。おはよう、謎の女。だから、要は、その人たちにいかに気に入られるかだと思うよ。ああ、ありがとうございます、アイテム。おはようございます。そういう世界だよ。いや、いないと思ってるでしょ。あのね、いますよ。だから太郎さんね、億万長者自分の人脈にはいないからいないと思ってるのよ。俺ビジネスやってて100万以上稼いでるなんか100人以上知り合いにいたし、10億以上稼いでる人はね、多分ね、知り合いだけで10人ぐらいいるの、元の付き合いで言ったら。で、個人資産に200億とかも知り合いにいるのよ。だから自分が知り合いにいないからっていないわけじゃないの。日本に金持ちは埋もれてんの。確率論で埋もれてるの。ただ鶴見の法則で貧乏人は貧乏人と集まる、金持ちは金持ちと集まるから、いないことになってんの。お互い触れ合わないの。金梅さんは LINE 2000人いるだろうね。俺は4分の1、うん、だから俺こん中に、今いるリスナーさんの中に2人いると思うよ。億稼いでる人2人いるよ。ネタじゃなくて、もう経験則でわかんの。この中に2人いる、間違いなく。確率論的に絶対いるの。だって日本の統計人口と合わせたらわかるぞ。で、あと予言しておくよ、 90% ぐらい働いてねえやつがいるんだよ。で、太郎さんは多分働いてない方の 90% なんだよ。90% は働いてねえやつらは、いねえよ、わよ、そんなの。お前、わよ、そんな、お前の放送に、お前、50万人、お前、億万長者とかいるわけねえだろ、お前、俺、ニートだよ。俺の知り合い全然いねえんだから、お前のリスナーとか全然お前、生活保護ばっかりじゃねえかよ。つってるけど、お前らはね。うん。それ、お前の知り合いだからっていうの。いるから。いるから。それ、お前の予想の話だってなってくるのよ。でしょ？
そのモノマネが誰のモノマネなのか分かんないけどね、うん、それは果たしてモノマネなのかっていうね、うん、いやでもいるでしょ、いないわけがないでしょ、風船プレゼントありがとう。風船ありがとうございます。設定が必ずしゃくれ気味のデブ。俺ね、しゃくれてるデブっていいんだよね、なんか。あ、どうも、もしもし、株式会社和道インベストメントでございます。あ、担当の和道でございますか？つって、少々お待ちください。つって、てんてれてんてれてんててててて、あ、もしもし、すいません、社長の和道なんですけど、外出しております。つって、なんか伝言とかあったら僕の方で聞いておく。あ、僕、田中です。もうこんなやつ従業員に欲しいよね。俺の理想の部下なんだよ。俺の会社の理想の部下なんだよ。こんなやついたら俺最高の会社作れるよね。絶対だって電話かけたくなるでしょ。俺そこの会社は営業会社だから、俺の会社営業会社だからもう絶対冷やかしでかけたくなるじゃん。あそこの和道インベストメントやべえぞっつって、本当っすか、ちょっと電話かけてみますって言って、俺はねそういうビジネスやりたかったんだけど、まあ仕事舐めてるよねって言われたよね。俺結構これね昔からやってたわ。俺の理想の会社の電話番こういうやつだっていう、しゃくれのデブ和道カンパニーとかね。今でもねなんかねちょっとこういう電話、陽気なしゃくれのデブが欲しいよね、部下に。めちゃめちゃ可愛がるよね。いやー、和道は可愛がるよ。キャラ濃いやつ好きだからね。そろそろ和道カンパニー作んねえとな。うん。株式会社って単語は知らないでしょ、そういう人。いや、だから教えるんだよ、俺が。株式会社だよって。うん。田中って。あ、そうだったんですね、つって。いや、本当にすごいな。株式会社に勤めてるわ、つって。お前全部働いてた会社、株式会社だわ、つって。あ、そうだったんだ、つって。いや、企業はいいや。企業はいいや、もう。税金対策で作ります。なんかそろそろ作んねえと、税金対策しねえとっていう時にだけ作る。いや、個性的なやつを集めて、少数衛星でやべえ会社作りたいよね。本当に、うん、カンパニーがひらがなの方がいいよね。なんか陽気な会社作りたいな。あいつら楽しそうだよねっつって、うん、そいつの LINE スタンプとか売りたいもん。もういいわ、お前面白すぎるから LINE スタンプにするわ、つって。バカ売れしちゃったり。ていうか、和道の LINE スタンプ作りてんだよな。寄り目の LINE スタンプ作りたいんだけど、誰か絵描けないかな。LINE スタンプ作りて。いや、変わってないでしょ。あのね、だから、あのね、なんつうんだろう。変わってないよな。変わってない。俺ね、でもね、ちょっと嬉しいのが、ちょっともう、閲覧とかいいや、花火とかいいやってなってんのよ。正直。ドレさんに怒られたんだけど、さっき。もう、なんかもう別にアンチもいらねえし、今最高に楽しいの。俺、アイテムもらってないけど、楽しんでんの、放送を。原点に帰ってんの、今。正直。もう、ゴミみてえな、もうアイテム投げねえゴミとかと会話すんの嫌だから、もう面白いやつ最高に配信楽しんでやろうって伝わってくるでしょ。俺そういう気分なのよ、ちょっと。もういいや、食えなくてもいいや、つって。うん。俺のこと地獄に落としたいやつ笑えばいいじゃんって。見なきゃいいじゃんって。干せばいいじゃんって。アイテム投げて小じきにすりゃいいじゃんって。だけど、俺の本当のファンの底力見せてやるわ、つって。
俺の実力も見せてやるわ、つって。もう最高に楽しんでやろうと思ってんのよ。開き直ってんの、正直言うと。で、何をやりたいかわからなかったけど、つうか、あのね、楽しかったら勝ちだと思ってんの、俺は。あの、これ極論だけど、あのね、結果がどうなるとかないんだよ。俺今最高に楽しいの、この枠。で、この枠が楽しかったら、どんどん人集まってきて、仲間増えてきて、で、支援者も出てくんだよ。で、もうね、応援してたけど、なんだかんだとか、もういい、いいの、俺は、もう。そんなね、みみっちいやつと付き合いたくねえんだわ。今楽しんで、今花火投げるやつと付き合って生きてえわ、みたいな。そういう感覚。ふわっちやっててっていうよりも、配信やっててだったら語れるよ。別に配信サイトによってとはないから。でも、ワンピースかどうかわかんないけど、別に極端な話、俺貧乏でも楽しいから。俺ね、正直言うよ。もうほんとこういうこと言っちゃいけないのかもしんないけど、俺下手だから言うわ。あのね、別にね、生活保護とね、俺今ね、何にも変わってないからね。やりたいこと全部やってるわ。自分の人生、全部。全部やりたいことやってるから、俺の人生で楽しくなかったことなんてないの。貧乏も楽しければ、金持っても楽しいんだよ。で、俺は単純に知らないものを知りたいだけだから、別にいつか奥掴んでやるぐらいにしか思ってねえから、俺掴むよ、いつか。でも今じゃないんでしょ？今100万も手にできないかもしんないけど、俺絶対掴むから。確信があんの、自分の人生に。うん、まあ、あと、奥も掴む、100万も掴むと思う、いずれ。絶対俺はやると思う。信じてんの。ただね、それ以上の不幸がいっぱいあると思う。でも、俺は乗り越えたいと思ってる。負け惜しみに聞こえていいよ、全然。別に。負け惜しみに聞こえてるって言ってて、過去ね、結果証明し続けたんだよ。恥ずかしくないよ、全然。全然恥ずかしくない。俺が楽しかったら何でもいいんだもん。俺が楽しかったら何でもいいの。あ、俺の放送つまんなかったら見なくていいよ。マジで。申し訳ないけど。俺楽しいから、今。で、ブロック入れるから。批判的な人いらない。ネガティブなやつ俺の枠に来ないで。俺めちゃめちゃポジティブだから。ポジティブなリスナーしかいらねえわ。楽しくやりたいの。で、空気壊すやついらないから。いらないよって言ってもまだコメントするやつはブロックです。はい。お付き合いするつもりありません。かそっても構いません。花火もらえなくても構いません。はい。以上です。不幸もあったけど、不幸を忘れるんだよね。俺バカだから。俺バカだから楽しかったことも不幸も忘れちゃうの。記憶力が良くないんだわ。もうその日のことしか覚えてないから、今日が楽しかったら OK なんだよ。で、昨日のこととかはもう覚えてないし、未来のことなんかわかんないし、俺今日楽しければそれでいいや。なんとかなるよ。それこそ沖縄の精神だよ。ナンクルの愛さだよ。俺は強いぞ。はい、来たね。タロさんから花火もらえるなんて本当思ってなかったな。本当にもうびっくりしたよ。タロさん、タロさん本当に、ね、お前何書いてるか全然わかんなかったんだから、タロさんのコメント。ねえ、お前人生やり直した方がいいんじゃねえのかとか言ってごめんな、本当にな。花火ありがとういや、そうでしょ。いや、究極でしょ？ニルバーナだよ、ニルバーナ。だから言っただろ、クソカスカオス、メタモルフォーゼだって。俺は、ね、イモムシから、サナギになったよって。わかりる？メタモルフォーゼだよ。メタモルフォーゼ。うん。モロボシ？モロケ？モロケン？何言ってんの？モロミザト？知らねえ、誰だよ。ホットドッグ食べたいよね。ホットドッグと、もしくはバケツのポップコーン食べながら喋りたいよね。あと、もちろんコカ・コーラ。もちのロンでコカ・コーラだよね。ピザとかね。ピザの L こうやって。あ、もう本当にマドンさんの放送面白いっつって。たまんないなっつって。暇だからアンチコメ書いちゃおうっつって。ブロックだよ、そんなもん。バカが。いや、ハッピーじゃないダメでしょ。ハッピーじゃないダメだよ。ハッピー最高よ、ハッピー、うん。ハッピーはいいよ。うん。
いいよ、ハッピーはいいよ、仲間はいいよ、一緒に笑えるって素敵じゃん。いいじゃないか。俺は芋虫からね、サナギになって体をドロドロに溶かしたんだよ。いろんな痛みを伴ったんだよ。今まで這いずり回ってた人生をぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃに変えて、サナギになって中液体ですよ、殻にこもったんですよ。カッチカチ割られたら鼻水みたいになってんの。違うよ、ふわー、もうバタフリー羽ばたいたからね。ついにメタモルフォーズが終わったんだよ。完全変態ってやつね。そう、俺は稼ぐことよりも楽しむことにシフトしたから、楽しめねえやつは去れ。アディオス、アディオス、なんか変貌だよね。いやだから完全変態っていう、メタモルフォーゼ。いやいいな、バタフリーって呼んでいいよ、俺のこと。羽ばたくぜ。だからうんこの周りにはハエがたかるんだよな。うんこの周りにはハエがたかるんだよ。ちょね、蝶はどこで舞う？綺麗な花の周りに舞うだろう。蝶々は綺麗な花の蜜を求めて羽ばたくんだよ。わかる？お花畑くんたちわかる？うん、楽しまないとダメよ。一回だけだから、泣いても笑っても一回こっきりだから。もうね、富も名声も全部今保留、保留だから。後からついてくる理論だから、保留保留保留です。億万長者も旅も夢も希望も金も全部保留。とりあえず原点だわ。とことん楽しもうぜ、よろしく。ああ、うん、いいんだよ。小難しいことは、小難しいことが好きなやつに任せよう。小難しいのとか賢いのはね、難しい問題とか賢いやつに全力で任せる。金のことは金持ちに任せたわ。頼むぜ、金持ち。金持ちリスナー頼んだよ。ぶん投げたよ、俺は、うん。俺は楽しむ。そして楽しませる。金持ちは俺に金を貢ぐ。いい女は俺の隣にいる。のりこ。紹介しよう。のってんまいや。寝てるな。うん、のってんまいや、調子が悪いみたいな。うん、もう最高の女も手に入れたでしょ？あとはなんだ？あとはだから、しゃくれてるデブだよね。しゃくれた陽気のデブがいればもう大丈夫だよ。ローソン行ってらっしゃい。夏さんはどつ？もう投げたよ。頼んだよ、君たち。うん、全部任せだよ。乗ってまいや、ちょっと寝てたね。乗ってまいや、そう、武将だからね。乗ってまいや、強かったな。うん、ダメだ、全然、リアクションがなかったね。リアクションが。しょうがねえな、ほんとに。のんちゃんちょっと KY だったね。あ、違う。今、ミュウツーの放送見てんだ。あ、ミュウツーの放送見てるわ。イヤホンつけてミュウツー監視中だ、これ。のんちゃんの顔、この。朝はね、朝っつうか夜中か、朝か。朝4時ぐらいか。あ、バーミヤン行ったね。でもね、ちょっと恥ずかしかったんだけど、もうね、もう、ちょっと恥ずかしいんだけど、俺ね、変な話だけど、そこそこ稼いでますよ。でもね、俺ちょっとね、もう今日言った、のんちゃんに。のんちゃん何食べる？俺ラーメンと、揚げパンと、ドリンクバーいるよね、ドリンクバー。のんちゃん何食べる？餃子とライス。勘弁してって言って、のんちゃんに。いや、餃子とライス。もうさ、だってさ、大の大人か、俺ね、言い方考えたもん。言い方考えた、店員さんに。まずね、まずドリンクバー2つとっていう牽制球を投げたの。要は、ドリンクバー俺が2つっていうことに対して、メニューはもう2人分俺が言うからねっていう牽制球を投げたの。で、なんでかっていうと、俺の見た目見て、
ラーメンと餃子とライスって言ったら俺が全部食うものじゃん。だから、まず、だからね、ちょっと面白かったのが、俺がまず県選球投げて、ドリンクは2つと、ラーメン。あ、ラーメンですね、つって。で、俺はそこでペラッとめくって、揚げパン？要はデザートですよって言って、そこで間を一回取ったの。俺のメニューは終わったからねっていう店員に対するアピールね。で、パッとめくって、のんちゃんの顔を二度見して、餃子とライスっていう県選球を投げたのよ。ごめんねみたいな。のんちゃんにチャーハンとかにしてくんないって、ちょっと恥ずかしいからって、もう稼いでるからって、もう好きなもん食べてってたもん。餃子とライス、餃子とライスで持ってきたら、まず持ってきたら揚げパンが先に来たの。揚げパンかと思って、まあ揚げパンは真ん中に置かれたのよ。俺二人で食べるんだろうなみたいな。まあまあ揚げパンつまみながら、どっち来んだどっち来んだと思ったら、ラーメンとライスと餃子がまとめてくるわな、そりゃ。お盆の中にラーメン、餃子、ライスなんだよ。ラーメン置いたの。俺の前に置いたの。そりゃそうだよね。俺が頼むよアピールしてるから。で、店員さん面白かったよね。ライスを持ったまま、こうなってるのよ。俺を見てるんだけど、俺もごめんって、店員さん見れないって。店員さんの顔見れないってなったけど、目の前のテーブルで店員さんが、お前彼女ってなってて、どっちだみたいになってるけど、俺はもう泳がしたの。もう任せるわ。もう店員さんが、店員さんどっちだと思うってなってて、もうごめん、ごめんって。俺もチャーハンとか頼んで欲しかったって。でも、俺の彼女は乗ってんまいや。普通じゃないのつって。餃子とライスが食べたいって言ったら餃子とライスだって。で、店員さんは、ラーメンライスかな、餃子セットかなってなって、真ん中に置いたかって本当だかんね、これ。餃子ラーメンセットなのか、この女の子ライスと餃子で行くのかつって迷った結局真ん中に置いたから、正解正解。店員さんナイス接客。そう、俺は今日の店員さん、バーミヤンの店員さん、ナイスだと思ったよ。あの迷いも良かったよね。俺はもう目見れなかった、もうほんとごめんって。のんちゃんはこっちだよっていう目をしてた。俺は目見なかったけど、のんちゃんはライスはこっちだからみたいな顔して、でもなんか手骨折してるし、なんなんだこの女みたいな。もう店員さんのは難しかったよ。はい、花火ありがとう、ありがとう。いや面白いよね。いや最高だった、最高だった。いや、そうなの。あのね、太郎さんね、実は俺ね、1ヶ月前にふとしたコメントが1個あったの。これはね、これは、ぶっちゃけた話、普段コメント書かないロム線。で、俺の放送は絶対長く見てる人なの。いや、捨て赤かもしんない。俺言われた。お前のリスナーダメだよ。入れ替えろ全部って。俺ね、すごいこと言われたなって思った。ちょっと真面目な話になるけど、お前のリスナーはダメだ全員。ワード、お前は面白い、全部捨てろこんなもんって。コメント欄にその一言がぐっさってきたの。要はね、俺の中にあったんだよ、それは。言わないだけで、もうこんなのダメだっていう。もう俺のことわかんねえと。もう要は俺の問題じゃなくて、もうリスナーダメになってると。でこのままだと腐るって。でぶっちゃけドレさんにも言われてた、お前のリスナー全然ダメだって。要は教育じゃなくて、お前の笑うポイントを分かってないし、いじり方も分かってないと。もうリスナーとの関係性ができてないと。でもういつかお前評価されるからってずっと言ってんの、ドレさんは。お前は面白いと、ただお前の笑いを理解できる人が少なすぎるだけだって。でお前はいつか花開くって言ってたのと、もうそういうのが被ってたのよ。で一言コメント、誰かわかんない、もしかしたら配信者の捨て垢かもしんない。こんなリスナー捨てちまえはどうって。俺はでもまあやらしい話稼いでますよ。やらしい話ね、50万は捨てがたい、捨てがたいぞ。いやー面白いさじゃないんだと、お前のコメントはわかると。捨てがたいぞ、50万は。なあ、こいつらのおかげで食ってるんだよ、俺は。
こいつらにくだらねえなんか媚び打ったつまんねえ笑いしてわらわらって、ワドさんいい人とか言って、全然いい人じゃねえよバカ野郎、ワドさん好感度上がりました、初見だったんですけどすごい楽しいです、いい人ですね、バカ野郎お前いい人なわけねえだろお前バカ野郎、ただ俺は腹くくったよ、ゴミども消えろと、ゲラウェイ、あー開き直ってるよ、じゃんじゃん来い、優秀なやつ、じゃんじゃん来い、この野郎。怖くねえぞ、この野郎。花火が上がんねえ腹くくったら、お前、ふわっちで無敵だからな、おい。そうだろ？そうだろ？俺は50万捨てたかんね。月収50万捨てて、最高のメンバー作り直してんだよ。ゴミだよ、ゴミで何が悪いんだ、この野郎。極悪だよ。いい感じだろ。花火を求めなくなったら、配信者こんなに強くなるんだぜ。ああ。わかる？生活を捨てた配信者は強いぞ。いいんだよ。我こそはコメント職人なり、つって降臨してこい、こうやって。我、和道に封印を解かれし者、つって。我こそコメントを書く者なり、つって。来い。お前らの封印解くわ。わあ、ニコ生のくすぶってる奴らども、職人ども呼び覚ましたかんね。古代兵器プルトンだよ。イニシエより語り継がれし、ニコ生リスナーどもが暴れ出すぞ。ああ、関係ねえよ。開き直ったら強えぞ。失うものないからね。得るものもないからね。うん、エグゾディアだよ。エグゾディア。荒ぶる神々が寄ってくるぞ、これから。うん。あ、だから、早いか遅いかな。うん。だから、下手に稼いだから狂ったんでしょ。うん。いや、だから、これが俺の本当のニコ生の配信だから。そりゃ嫌われるじゃん。だから、ツイキャスでなんでこんな叩かれてんのって。ニコ生でなんでこんな叩かれてんのって。バカ野郎、つって。俺の封印を解いたんだよ。俺は封印を解いたんだよ。俺が和道だよ。どうもお待たせしました。どうも。ねえ、ふわっち来てから11ヶ月。ついに、いにしえの和道が帰ってきました。どうぞよろしく。はい。どうも、はじめまして。Nice to meet you. 怖くねえぞ。花火上がらない怖くない、アンチコメント怖くない、行きましょう、ガンガン行きましょう、帰ってきたよ、みんな帰ってきたよ、セイ、いいだろう、懐かしいだろう。懐かしいだろう。何でもありじゃないんだよ。だから、あえて、得るものがなくなった代わりに、自由になったの。いや、心が、もうフリーなの、俺。どこへでも飛べる。うん。今まで芋虫だったから、地面を歩かなきゃ、まっすぐ、歩かなきゃってなってたの。俺今飛べるから。うん。地球に住んでるから。うん。いや、怒られるだよ。また怒られる。また。サメ島兄やんにまた怒られる。すげえ説教されるから。いや、自由の身ですよ。まあいいじゃん、いいじゃん。嫌われてさ、花火上がんなくなっても、俺の責任なんだから。ふわっちリスナーがいらねえって話じゃないよ。そりゃ、一回リセット。俺もリセットしたから。そう。一回リセット。だから、俺の放送が嫌い。見る気ない。さようなら。グッバイ。グッバイ。今までありがとう。シェイクハンド。どうぞよろしく。これからの和道どうぞよろしく。はい。嫌いな人はさようなら。グッバイ。今までどうもありがとう。ふわっちとニコ生どっちが緩い？どっちがどっちとかないよ。別に。うん、今ニコ生みたいなもんじゃん。そうそう。あのね、ガと腸の違いってないらしいよね。あの、学術的には。まっさらっつうか、だから、今までは嫌いって言われても、ずっとさ、
その、まあ、嫌いにならないでよ。アイテムちょうだいみたいな感じだったじゃん。クソつまんね。金のために。いや、嫌いにならないでよ。よかったらフォローして。バカみたいな、本当に。嫌いならされ嫌いなもんみんな。お前の人生はそんな、お前、アンチどもよく聞けこの野郎。お前の人生は、ね、嫌いなものを見るために生まれてきたわけじゃないと。好きなものを見ろ。どうぞよろしく。どうぞよろしく。キャラを変えるとかじゃなくて、その前から言ってたの。メタモルフォーゼだよって。俺は多分、かけがえのないものを失うだろうって。だけど、これから新しい自分を手に入れるだろうって。で、俺はものすごい痛みを伴うだろうって。めちゃめちゃ傷ついた。ボロボロ。値ボロボロ。値もう限界。もうダメってなったの。叩かれて叩かれて叩かれた。うん。その時に光が差したんだよ。うん。金じゃねえなって。うん。なんか金に魂売ってたなと思って。うん。だからいいやってなって。うん。そうなのかな。でもね、なんかね、こう、なんかこう、スメルがね、スメルが。またモルフォーゼとかうまいこと言ってんな、この野郎。こっち来い、うん、よし、お前うまいコメントかけるから、仲間になれ、うん。フォローはしなくていい。明日あたりまたコメントよろしく。無双のりこを手に入れたしな。いや、のんちゃんがと出会ってから配信ずっとうまくいってるからね。女神様だよ、俺にとって。リスナーの受け売りだけど、フランス語だとガトチョウの区別ないらしい。あ、そうらしいよね。なんか、学術的にないって聞いたよ。なんか、汚えか綺麗かだって。綺麗なのはチョウで、汚えのはガなんだって。すげえ話だよ。汚いか綺麗かって何なんだよって。おう、知らんけど、久しぶり。お疲れっす。楽しんでって。いや、俺は幸せ者だと思うよ。でも、本当に。本当に幸せ者だと思うよ。だから、もう、知らん。アイテムは好きなだけ投げてもらって全部受け止める。で、俺は常に言いたいこと言う。決めた。顔色見ない。決めました。もう、即風呂。気に入らねえやつは即ブロック。閲覧なんてクソくらえ。アイテムは全部受け取るけどねだらない。以上です、うん。以上です。これが俺の手に入れた翼だわ。学術的にも美人とブス。いや、種族の違いしょ、俺が話してんの。だから、黒人と白人って実は人間なんだぜ、みたいな。マジかよ、みたいな。だけど、これ、冗談だと思って、差別だと思って聞かないでよ。黒人は人間じゃないっつって、白人は侵略してたんだよ。黒人に知能はないって。だから、そういう話だよ。うん。いや、あのね、誰々の面白さをもっと前面に引き出してとか、もう、うるせえ!うるせえ。うるせえ。あ、もう、うるへえ。黙ってみろ。うん。あのね、配信に口出すな。お前さ、ラーメン屋に飯食いに行ってさ、マスター、もっと豚骨こってりさせてよ。もっと麺を伸ばしてよ。もっと、マスター、チャーシューもっと厚くできない。帰れ帰れ帰れ。帰る帰る。向こうの店にチャーシュー熱い店ありますよ。あっちの店のラーメン麺太いらしいっすよ。帰る帰る。うちはうちですから。うちはうちでやってるんで、即興ソングは花火一発で歌うよ。でしょ。うん。お前素人がお前野暮だよ本当に。ラーメン作ったらどうなの。そんなうまいラーメン作れんなら。そんな、パルちゃんさ、そんなうまいラーメンなら俺食ってみてえわ。待ってるよ、配信枠開くの。頼むよ。いらないっす。気に入らないんなら見なくて結構です。はい。結構でーす。ダメだこれや、つって。ダメだよ。ダメだよ。
会員制のラーメン屋だから、うち。会員制。ダメなラーメン屋に足しげく通っちゃってさ、本当は好きなんだろ、うちのラーメン。この野郎。うちのラーメン本当は好きなんだろ？何足しげく毎日毎日通ってんだよ。欲張りだな。そうでしょ？パルちゃんなんか毎日来て毎日文句言ってんだから。で、ダメだこれやって思う。イカリア長介じゃねえんだから、ほんと。いいんだよ。グッバイグッバイだよ。まずいもう一杯の理論だね。もう中毒だよ。和道なしでは生きていけないんだ。回避いくら？知らねえよ。知らねえよ。回避を決めんのは向こう側だわ。俺が回避決めたらじゃあ払うのか？俺が言ったら払うのかよ。おいおいおい。君たち払うの？俺が。値段いくらだよ、このラーメンって。払ったためしねえじゃねえかよ。ある？ある？一回でも。俺が提示した金額払ったことある？いいよ、ただだよ。泥棒だ。持ってけ、持ってけ。持ってけ。好きな額置いてけ。気持ち置いてけ。好きな額を置いてけ。知らねえよ。俺の値段をつけるのは君たちに権利があるんだよ。でしょ？俺が値段提示してそれで買ってくれる試しがないもん。もういいよ。全部ただだよ。全部ただ。ボランティア、ボランティア。炊き出し。俺名前変えようかな。和道から炊き出しに変えようかな。炊き出しです。しっかりコメント読むわけねえだろ、この野郎。しっかりコメント読む配信者いんのかよ。じゃあ、しっかりコメント読むところ行け。ラーメンに毛が入ってますよ。なんだそれ。毛ぐらい死なねえよ。コメントしっかり読んでください。目が悪いんだよ。読んでくれる仮想配信者のところ行ってくれ。気難しいから、うちは。頑固だから。悪いけど。ラーメン熱いから、器が。やけどするぐらい熱いから。熱々。熱々。激熱。はい、花火歌うよ。はい、オリジナルソング。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。餃子にラーメン、ライスは大盛り。餃子にラーメン、ライスは大盛り。俺のラーメンが気に入らねえなら他行け。俺の配信が嫌いなら他行け。花火は置いてって。ありがとう。チューニングがずれてるひどいな C の音ひどくないちょっと待ってこれ C の音だよ C の音だよこれこれひどくないWe'll be right back.
値段をつけるのはお前俺、値段をつけるのはお前。チューニング、ほんとギター欲しいわ。 SG 買いたい。レスポールカスタムか SG が欲しいわ。いやチューニングひどいね。俺にはチューニングを直す時間がないから。俺の歌を待ってる、俺のトークを待ってる奴らがいるから。わかりる？俺のこと待ってる奴がいるから。チューニングが狂ってるんじゃない。俺たちが狂ってるんだ。かっこいい！チューニングが狂ってるんじゃない。俺たちが狂ってるんだ。ありがとう。いいね。今日はこれツイッターに来るよ。和道名言集。また拡散さ、まあ、拡散だろうね。チューニングが狂ってるんじゃない。俺たちが狂ってる。かっこいい。最高、本当に。今日一でしょ。今日一響く言葉でしょ。うん。いや、これね、いつかね、出版されるぜ、和道語録。いや、和道語録出版されるっしょ。来るぜ、これ。和道名言集。ベストセラー。自己啓発コーナーに。灰皿なんて買えないよ。出版されないの？なんでさ、俺のさ、その、今、たった今生まれたさ、その、壮大な夢が潰されるの。たった1秒で。夢見たらダメなんですか？夢見たらダメなんですか？夢が嫌いですか？なんでですか？妄想したらダメなんですか？夢を見たらダメなんですか？なぜですか？なぜ人の夢を笑うのか僕には分かりません。うん、大丈夫、俺の方が燃えてるから、うん、出版されるかよ。出版させねえよ。いやでもね、ちょっとね、彼女に飯連れてって何食べたい？餃子とライスは結構へこむぜ。うん。結構へこむぜ。なんか、その、ま、ごめんねってなるよ。うん、え？中華行った？のんちゃん、なんで餃子とライスチャーハンにしてくんなかったの？なんで？白いご飯が好きなの。そっか。わかった。頑張るね。もっと高い餃子を食べさせてあげるから。違うの？王将の餃子が好きなの？コスパいいな。コストパフォーマンスが抜群にいいな。ビビるぜ。よっしゃ、ケーキ好きにパチンコ行くか。今からパチンコ配信やっちゃう？パチンコ配信、何配信が見たい？今日はどんな和道配信が見たいの？何配信見に行こうか。いや、いい彼女っつうか、やっぱうまいもん食わせたいよ、のんちゃんに。うん、なんかこう、いやー、和道さんと付き合ってよかったって思わせたよね。うん、料理か。のんちゃん腹減ってる？腹減ってないか。パチンコ配信この前すごかったよ。勝ったよ。うん。昇天したかんね。昇天。いや、北斗でしょ。北斗やだ。だって北斗面白いんだもん。出ないけど。自分の女のしつけもできないの？できないっすね。できないっすね。できないっす。
どうもすいません。できるかできないか、できないっす。できないっす。どうもすいません。はい。どうもすいませんね。はい。できないっす。はい。以上です。うん、そういうのもやってるって何？いや、できないっしょ。うん、できるわけないでしょ。俺、ワードだよ。できないっす。はい。どうもすいません。できないっす。怖いぜ。好感度上げようとしなかったらこんなことができるんだぜ。花火なんかいらねえよってなったらこうなるんだぜ、配信者って。強えだろ。なあ、ご機嫌伺いしなくていいんだぜ。うん、フォロワー増やそうとか思わなかったらこんなことができちゃうんだよ。ああ、今度それでやってみようか。うん、はいはい、トツさんありがとうね。ぶしつけで申し訳ない。片付けない。てれてってって、今日何曜日？あー、今日土曜日か。土曜、日曜日か。日曜日でパチンコはねえな。あ、日曜日にパチンコはないわ、正直。正直ないわ。日曜日にパチンコやるやつって大体もう負けるやつだからね。うん、日曜日にパチンコはもうダメ。ダメよ、うん、投げ銭なんてない心から配信してるんだ、原点の。そう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 、本当にそう。ある意味だから原点回帰よ。あの、自分に試してんの。もうなんつうんだろう、なんだろう、開き直ってるとも言えるし、悟りを開い、いろんな言い方あんの。それはもうみんなの目線だから、もう何でもいいの別に。もう正直言うと、もう俺は飛ぶぞと。で、もうその、なんつうんだろうな、花火を手に入れるための配信はいらねえと。もうフォロワーが増えるための配信はいらねえと。俺は素で行くぜって。和道で行くぜって感じ。用意ドン。Here we go. Here we go. わかんない？わかんない？だから、花火欲しいですよ。みんなお金大好きでしょ？俺も大好き。俺みんなよりお金好きな。だから花火が上がるありとあらゆる手段を1年間考えてきて、たどり着いた境地が花火なんていらない。すごくない？すごくない？花火をこの1年間上がる方法を徹底して考えたんだよ。どうやったら花火が上がるかだけ考えて生きてきたんだよ。捨てたんだよ、それを。俺にとって一番大事なものを今捨てたんだよ。わかる？飛ぶね。飛ぶでしょ、うん。知らん。花火は勝手にもらうものだから。だから、コウノトリ理論だよね。お母さんって。弟はどこから来るの？赤ちゃんはどこから来るの？コウノトリが運んでくるんだよっていう。そう、ファンタジーの世界。そう、今までは戦略とか戦術とか、その、なんつうの？トレンドとか、もういろんなありとあらゆる最先端の、それこそ、なんだ、MBA ですか？博士号ですか？みたいなことをやってきた。まあ無理だよね。もうコウノトリ理論を採用だよ。花火なんていらないじゃん。花火は、だからコウノトリが授けてくる。で、ありがたく受け取ればいいと。うん。お前らの思考回路なんか俺はわからん。お前らが何を考えてるか考えてるか、お前らがどう喜ぶのか、お前らが花火を投げたくなる配信、わからん、もう。こんなのは頭おかしくなっちゃう。花火なんかいらねえよ、バカ野郎。言ってんじゃねえかよ。花火なんかいらねえよ、この野郎。ただ、投げられたらめっちゃ受け取る。
花火なんていらねえから。あ、いらねえやこの野郎。でも受け取るぜ、受け取るんだぜ俺はね。俺はそういう男だよ。さあさあさあどうする、さあどうする。俺の問題じゃないよもうこっから先は。こっから先は主人公はユウだよ、ユウだよ、うん、花火は求めない、花火は求めない、全力でアイテムを求めない、ただ全力で受け取る、うん、全力で受け取る、うん、綺麗だわーって、綺麗な花火だわーっつって、うん、花火いらないそうですよ。いらないっすね、はい、求めないっす、うん、了解了解、うん、猫に小判、和道に花火。あ、新しいね、格言だね。流行りそうで怖いな。猫に小判、和道に花火。流行りそうだよ。しっくりくるよね。なんだろうこれ。豚に真珠、猫に小判、和道に花火。すごい。これ格言が、格言、格言が来た。いいな、どれの深夜食堂とかテルジャンビンに投げなさいよ。いっぱいたくさん、ボン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 。いけいけ、やれやれ、見守るぜ俺は。いいよ、バンバン行こう。なんだこの野郎、誰だ次は。じゃんじゃん行け、気持ちよく行こう。底辺行くぜ、底辺。果たしてここは底辺なのかな。どこを泳いでるんだい俺は。ここは一体どこなんだい。大花火なんかいらないよ、うん、ただありがたく受け取るぜ、うん、すげえありがたく受け取るけどねだらないぜ。いらないよ、うん、いらないよ、いらないから、うん、いらん、いらん、いらん。アイテムとかもう汚い、金の話ばっかり。いらん、いらん、すまん、すまん、全然すまん。ただありがたくもらうけどね、めっちゃもらいたいけどね。いらん、いいよ、ただで見ろ。頑張れ、頑張れ、うん、今日はっちゃけてるよ、うんうん、別にもう閲覧もいいし、うん、いやマンスリーなんてクソくらいやつが現実53位だからね。俺が53位だからね。もうそれはもうどうでもよくなるでしょ。もういいわいいわってなるでしょ。いいよもう、なんとかなるだろう、うん、えいえ、行くぜ。Crazy, crazy, crazy audience. Crazy, crazy, crazy audience. 欲しいものは与えないぜ。欲しがってるやつには与えてくれない。 Crazy, crazy, crazy audience. 俺があんなに欲しがってた花火を、俺があんなに欲しがってた花火を、おいらが捨てた時、もういらないと悟った時に、花火を投げてるクレイジーオーディエンス。
いや作戦とかないから、作戦とかない。俺は俺で行く。稲子が言ってたよ、俺は俺ですからって。神様が言うんだから間違いない。原点回帰だよ、俺は俺ですから。俺は俺で行くよ。俺矢沢さんの歌聞いたことないんだよな。矢沢さん何がいいの？矢沢さん好きな人いる？うん、稲子が言ってたよっていいね、なんかね。矢沢っつったら何なんだろう。後で検索して聞いてみっか。矢沢永吉。矢沢永吉。矢沢真の話してねえでしょ。どう考えても永吉でしょ。なんでそれが分かんなかった。タラタラタ。はーはーってやつ。タオル投げるとこかなって。曲名じゃないんだ。曲名を知りたかったのに。乗ってるぜ。はーはー。矢沢愛じゃないよ。うん。うん、漫画家じゃねえわ。少女漫画のベストセラー作家の名前出されても困る、うん、そんなね。バンドマンと付き合って妊娠しちゃって誰が旦那か分かんないみたいになってる漫画家ではねえわ。こんにちは、うん、第2章始まったな。和道の異常なゼミナールシーズン2始まったな。完全にシーズン2が。早く引退しろよ、新活野郎。はい。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。なるべく早く引退するために頑張ります。あざす、5000円。ありがとう。頑張るね。あと40年ぐらいかな。あと40年ぐらい。30年。30年ぐらいかな。3、40年、3、40年経ったら引退するんでよろしく。ふがふが言いながら配信したくないもんね。あーバカありがとう。ギターはどうする？買うの？金貯まったら買おうかな。うん、がっつりかっこいい超いいギター買ってやろうか。もうギブソンのレスポールとか、やべえ和道が使ってるギターめっちゃかっけえわみたいな。 S ギブソンの SG にするかレスポールにするかちょっと迷ってるけど、まあ、40〜50万するめちゃめちゃいいギター買ってやろうぜ。やべえわ和道のギターみたいな、超かっこいいじゃんみたいな、うん、和道がかっこいいのかギターがかっこいいのかどっちだよって言ってやるよ。どっちって、俺がかっこいいのギターって、俺でしょって、そうだねって、うん、ギターね、
ギター買いますよ。いいギターだね。SG は座りながら弾きにくい。なんかね、ヘッドがどうのこうのって書いてあったけど、もう別に立てばいいだけだから。座って弾きにくかったら立てばいいんだよ。シンプルに行こうぜ。シンプルに。昨日は叩かれまくりだったね。毎日だよ。エブリデイ。残念、エブリデイ。残念だな。甘いね。俺が叩かれなかった日ないから。エブリデイ。雑草魂っつうか雑草以下でしょ。雑草に常に除草剤巻かれてんだよ。どんだけタフなんだって。何回除草剤巻いてもこいつ生えてくるぞって。どうなってんだよっていうね。科学者も困惑するレベルぞ。おかしいよなっつって。半年前撒いたよな除草剤。いやなるでしょ。何が雑草魂だよ本当。どんだけ除草剤撒くんだよな。生えてくるんだよな。俺は俺だぜ。コメントも早すぜ。失うものは何もない。失うものは何もないよ。TK 忍者おはよう。お疲れ。何かあったことがあったかな、失うもの。ありがとう。ありがとう。腹減ったな。ちょっとのんちゃんの YouTube どれくらい再生されてるか確認するか。カズのんちゃんの動画の再生数の伸びがやばいからね。どうなってっかな。動画職人さんもすげえ伸びるなと思ってるでしょ多分。もうだってね、のんちゃんの動画だけで何個アップロードしてんだっていうぐらいアップロードしてたからね。あれはでも職人さんの生きたね、生きた動画だからね。どうだったっけ。なんかかっこいい名言ある。名言を求めてるやつに名言は降ってこないよ。かっこいい。あ、名言だ。あの迷ってる名言ならいっぱいあるんだけど、迷ってる名言ならもう本当に数知れず。のんちゃんの動画はどれくらいあるかな。うわすげえ、5600再生たった一晩で。やば、5600再生、すげえわ。じゃあそれ、あの映像が汚い方だよ。
5600再生の方が面白い方だよ。それミュウツー視点の方でしょ。6500再生はそっち面白くない方だよ。面白い方はこっちだから教えて。こっち側だね面白いのは。あ、いってらっしゃい。こっちの方が面白いよ。みんなが笑ってるのはこっちの方だよ。みんなが良かったって言ってるのはアキラッパ視点の方だから。アキラッパが戦場のカメラマンって呼ばれてるから。大丈夫？風邪？大丈夫？花粉症で咳出るっていうのがよくわかんないんだけど。不足とかもう頭冴えちゃってさ、もう動画見て面白すぎてもう脳みそキンキンなんだよ。だから全然ね眠くないんだよね。ふふまおかえり、お疲れ。
あ、やべえ、日報全然つけてねえや。日報つけないと。やべえ、サボってた。日報つけよう。あー、筋肉痛だわ。あー、筋いって。今日何日？ 24 か、今日。全然日報つけてねえ。日報もやめようかな、もう。めんどくさくなってきたわ。そうだよね、日報つける必要ないよね。戦略いらないんだからね。そういうことでしょ、多分。そうだよね。配信で飯食う気ねえんだから。大丈夫？のんちゃん、なんか薬かなんか買ってくる？ちょっと換気しようか。あー、筋肉痛やべえな。はい、お疲れ様です。いや、なんか花粉症って言ってんだけど、花粉症で咳出るのかなと思って。俺もちょっと風邪っぽいんだよね。ただの風邪なんじゃないかな。のんちゃん花粉症だって言い張るんだよ。花粉症で咳なんか出ないよね。なんか秋の花粉症っていうのがあるらしくて、いや俺もよくわかんないんだけど、秋の花粉症っていうなんかあるらしいよ、秋花粉が。次出るんだ。のんちゃんそういうのなんか雑学っていうの、そういうのめちゃめちゃ詳しいから、多分そういうのあるんだなぐらいにしか思ってなかったけど。季節の変わり目はね、体調なんかおかしくなるよね、みんなね。なんかあれだよね、季節、メンヘラの季節で自律神経が狂うわけじゃん。なんだっけな、何の関係があるって書いてあったっけ。日照、そう、太陽のその、なんだっけ、太陽なんか黒点運動のあるじゃん、その太
宇宙派だっけ、なんかそれが関係あるんじゃないかとかいうなんか理論があるんだよね、うん、残り8分です。杉枠行きます。てか、ゆいがさんの座談会ってメンバーどうなったんだろう。どんな感じなんだろうな。座談会、ね、やるって言ってたよね。すげえよな。緊張するよな、ゆいがさんの座談会は。いつか言えない、まだ。告知はね、え？秘密って言われた、まだ。敵が多いからね。場所も日時も今のところまだ秘密。カミングスーンだね、カミングスーン。おい、こんにちは。シャッパさんいらっしゃい。もう4分で終わりだから次枠だね。もうすぐ終わっちゃうわ。今日報つけ終わったわ。今終わった、ちょうど。何やろっかな。パチ屋。どうしよう。何しよっかな。
飯腹減ったし。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。次枠行きます。お疲れ、ありがとうございました。ごめん、ぼーっとしてたわ。涼しくなってきたね、だいぶ涼しくなってきたね。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。